はい、こんにちは。今回ですね、令和3年度の司法試験の資材の試の分析会ということでね、よろしくお願いいたします。で、レジュメ全部で2つあるんですけど、まず資材の試で私がね、いろいろ大事なところを線引いたりとか太字に、してる冊子と、あとは問題文が普通にそのままね、配られてると思うんですけど、2冊ね、ご準備いただければと思いますね。で、まずね、こちらの私の資材の試の方にいろいろ装飾をね、線引いたりとかしてる方のちょっとレジュメを出していただきたいんですけれども、で、まずね、1ページの、ところですね。で、今日今回何をやるかって話なんですけど、今回令和3年度の、司法試験の出題の趣旨をちょっと題材に、で、今後、ちょっと試験に役に立ちそうなところですね。単純に知識をお話しするんじゃなくて、今後、将来の皆さんの試験に役に立ちそうな、ところをちょっとうまく解説していこうと思ってますので、よろしくお願いします。と同時に、この、目次って、1ページの下の方に目次っていうのがあるんですけど、その上のところのご連絡っていうところですね。ちょうど、2日ぐらい前にですね、採点実感出まして、そんな感じでタイミング的には、本来、取材の市の後、採点実感出たら採点実感分析してほしいっていうのはあると思うんですけど、今回の取材の市の方でちょっとね、タイミングがちょっと合わなかったんですけど、取材の市の方でやらせてもらおうと思ってますね。ちなみに採点実感の分析会は年明けの2月頃にね、やろうと思ってるんですよ。おそらく皆さんがね、一人でこう勉強しててちょっと辛くなってくる時期だと思うので、その時にちょっとね、採点実感の分析会っていう形で、またその時はまた面白い話ができると思いますのでね、今回取材の市って形でやっていきます。で、この取材の市使ってね、でも必ずね、皆さんの試験役に立つことをね、ちょっとこう学んでいただけるようにしていこうと思ってます。で、まずね、憲法ですね、こちらのね、出題の試のレジュメの2ページのところを見てください。出題の試、憲法のところですね。で、まずね、この過去問の質、要は本試験の質をちょっと学ぶ上でね、ちょっと参考になることなんですけど、このね、2ページの1枚の縦位置のところです。まずこのテーマが書いてあるんですよ、大雑把に。匿名表現の自由の制約、規制1、それから結社の自由、団体とその構成員の表現の自由、プライバシーの権利の制約で、規制2っていうになってますよね。で、これ問題文にね、別にこういうテーマが書かれてるわけではないので、これ皆さん自身がこのテーマをちゃんと発見して、要は論点抽出しないといけないんですよね。で、どういう事実関係から、じゃあこういうね、テーマをこう抽出していかなければいけないのかって話なんですけど、特に今回この匿名表現の自由って、これちょっと応用聞きそうなんでね、匿名表現の自由のところにちょっと焦点当ててお話ししようと思ってます。で、それで縦位置のところのね、2個目のブロックご覧ください。4行ぐらいのね、一塊になってるところなんですけど、こちらに事案が分かるようなことが書いてあります。規制1は集団行進、集団自由運動で、要はデモ行進です。で、それにおけるね、公共の安全を害する行為の抑止を目的にね、で、憲法を慣れてる人はね、人権って制約、されることはご存知だと思うんですけど、その制約を正当化するだけの対立利益っていうのが必要になってくるんですよね。で、憲法の時やっぱね、その対立利益をちゃんとこう発見してね、そこを適切な判断枠組みで調整しようとする、その視点を持つことがすごく大事で、その視点なしに答案書いてもなかなかね、いい結果が出ないんですよ。で、これ、この目的っていうのがまさにこの対立利益なんですよね。デモ行進の自由を制約するに値するものかどうかってのは、後で自分で枠組み立ててね、判断枠組み立てて判断しないといけないんですけど、そういう形でこう問題文とか取材の紙見るとき、そういうところで着目して見てほしいんですよね。ただ読み流すんではなくてね、対立利益をこう発見するということね。で、そこでもう一回ね、2個目のブロックなんですけど、規制1は集団行進、集団自由運動を含むってことで、デモ行進なんですけどね、における公共の安全を害する行為の抑止を目的にね、これがだからね、人権制約の対立利益ですね。で、行進参加者が覆面や仮面等で顔を隠して要望の確認を困難にする行為を、禁止するっていう話なんですよ。だから単純にデモ行進の自由を規制するっていうだけではなくて、顔を隠すことも禁止してるっていうんですよね。で、実は司法試験の過去問やられてる方は、勉強されてる方はご存知だと思うんですけど、平成25年にデモ行進の自由の制約の問題が出てるんですよね。で、そこはね、どちらかというと、何の変哲もないというとちょっと怒られちゃうかもしれないけど、一般的ななんかね、オーソドックスな、デモ行進の自由の制約事例が出たんですけど、今回ちょっとだからひねりを入れてきたんですよ。単純にそのデモ行進の自由を制約するっていうだけではなくて、顔を隠すことをね、一緒にこう禁止しちゃうっていう話なんですよね。だから、そこでなんで今回そういう問題出したんだろうっていうところを意識しないと、なかなか出題の意図に沿った回答が作れないって話ね。要は一般的なインプットでこう学んだようなデモ行進の自由って皆さん勉強してると思うんですけど、そこの知識をただそのまま答案に出してもあんまりいい評価もらえないんですよね。だからやっぱ過去問分析ってすごい大事だと思うんですよ。平成25年でやっぱ過去問知っててね、で、前にデモ行進の自由が出てた、そしてまたさらにこうね、今回あえてまたデモ行進の自由出してきてるのは何だろうって話
になって、でやっぱ事案がこう規制の内容が違うんですよね。顔を隠すことも禁止しちゃうっていう話なんですよね。でその顔を隠すことに関して、じゃあ一体どういう問題が出てくるのかって話なんですけど、4つ目のブロックにちょっと飛んでっていただけますかね。縦にって書いてあるところなんですけど、規制丸1については、匿名で表現を行うことがどこまで憲法21条で保障されるのかを踏まえておく必要があるんだって話ですね。でちょっと皆さんには問題なんですけど、どこまで保障ってあるじゃないですか。どこまで21条で保障、どこまで保障っていう話なんですけど、これって学問上というか工学上どういう意味なんですかね。要は答案書くときにね、これどういう形で役に立つことなんでしょうかって話ですね。でここは憲法の基本ができてる人っていうのは、最終的に人権制約の、ね、憲法適合性判断するときは、まずその事案見て、まずそもそもその権利利益が制約されてるのかどうかってことを見た上で、その制約されてる権利利益がちゃんと憲法上保障されてるのかどうかってことを確定しないといけないんですよね。でそれができたら、じゃあその制約がちゃんと憲法に適合するのかどうかっていうねことを、適切な判断枠組みを立てて、審査していかないといけないんですけど、このどこまで保障っていうのは、一応そもそも問題となっている、ね、制約されている人権が、その憲法上保障されているのかどうかという問題も含んでいる と思うんですけど、さらにそれを超えて、じゃあ保障されているとしたらその擁護性がどの程度の、ものなのかという、ね、そういうところも多分考えてもらいたいんだと思うんですよね。で皆さんに問題です。制約されている人権の擁護性が高い、あるいはその低いというのは、それその後答案書くときにどういうことに影響するんでしょうかという話ですね。でこれは判断枠組みの厳格度に影響してきますね。ちょっと表現の自由から離れて、ちょっと憲法全般的な話をしていくと、例えばその表現の自由と経済の自由とではね、二重の基準論に立つんであれば、一般的にはその精神の自由の方が大事だというふうに言われているので、当然のことながら精神の自由に対する制約の憲法適合性を審査するときは、経済の自由に対する枠組みよりも厳しい枠組みで、ね、審査を、することになってきますよね。でそれは今ちょっとこう広く憲法全体の話をしたんですけど、この今度はじゃあ表現の自由っていう枠の中、21条っていうその枠の中にちょっと焦点を当てた場合、同じ21条で保障される権利も であってもですね、その擁護性に違いが出てくるんじゃないかっていう話なんですよね。そういうことでこのどこまでっていうところになってくるんだと思います。でこれ一般的な判例の話なんですけど、皆さんインプットで勉強されてると思いますけど、最高裁ってさ、例えばその21条の人権が制約されているとき、どんな基準で審査してますかね、判例、日本の最高裁っていうと、これやっぱ事案見てね、いろんな厳格度の枠組みで審査してますね。例えば破壊活動防止法のさ、犯罪の扇動するような処罰を、ね、する規定の、憲法適合性が問題だった判例だと、そもそもその犯罪をなんか扇動するようなね、そんな表現行為は憲法の保障の拉致外だみたいな感じで、もうまともに審査すらせず、あっさりその規制を合憲にしてるかと思えば、一方で集会の自由の制約が問題となった泉佐野市の事件ですね。あちらの方はその集会をするね、そういう集会をするための公の施設でのその人権制約が問題となっているんだということで、かなり厳格な枠組みを立てているんですよ。そういうことで同じ21条の権利でも、どうもね、日本の最高裁は権利の擁護性によって同じ21条でも枠組みの厳格度を変えているんじゃないかなっていうね、そういう話になってくるんですよね。でそういうのを、要は判例全体をね、要は憲法をきちんとインプット勉強している人っていうのは、そういう視点で見るんですけど、そういう思考方法ができる人っていうのは、多分この今の縦2の1行目の匿名で表現を行うことがどこまで憲法21条と保障されるのかを踏まえておく必要があるっていうことの、意味が分かってくるんじゃないかと思うんですよね。いろいろ判例見ていくとね、同じ21条でも同じ枠組みでやってるわけではありませんからね、やっぱ事案を見てるっていう話なんですよね。あとちょっとこうね、この今回の令和3年の問題じゃないんだけど、憲法の、ね、採点時間をずっと遡って見ていくと、結局高裁員が、ね、受験生に何を求めているかというと、審査基準もちろん憲法適合性を審査する判断枠組み立てていかなければいけないんですけど、やっぱ、ね、事案を分析して立てろという話なんですよ。例えば悪い例なんですけど、悪い司法試験的に悪い例ね、司法試験とか予備試験的に悪い例で、別に学問上悪いわけではないんだけど、例えば表現の自由でね、表現の自由はなんか規制する立法がありますと。でそれが内容中立規制だったら LRA の基準で、それが内容規制だったら例えば明白かつ現在の危険の基準みたいな、そういうのが学問上考え方の一つでありますよね。だけど、司法試験とか予備試験ではそういう思考を単純に求めてるわけではなくて、その同じ表現の自由であってもね、その事案を分析して、例えばその過去問の傾向によると権利の擁護性の違いとか、あとその規制対応のやっぱそのあれですね、強弱ですね、そういったところを主にこう着目して、でやっぱその事案に即して
して適切に判断枠組みを立ててほしいっていうのが、それがずっと書かれてるんですよね、採点実感にね。なんでその過去の採点実感なんか踏まえてると、まさにこの今のところね、その、どこまで保証っていうことの意味が、まあ、分かってくるんじゃないかっていうふうに思われますね。でね、最近ちょっとね、問題文見ていただけますかね。問題文の冊子の方なんですけど、設問形式をちょっと見てください。憲法のね、設問形式なんですけれども、でそうすると、こちらね、問題文のね、ちょっとうまく探してほしいんだけどね、まあ、公法系、民事系、刑事系の順番に多分載ってると思うんですけど、憲法のね、一番最後のあのところ、設問っていうところ見えますか。で大したことないから、じゃあちょっと口頭で言っちゃいますとね、あなたが検討を依頼された法律がこうであるとしてってことで、最近なんかね、裁判の場じゃなくて法案の立案段階で、それで受験生がね、なんか法律家になったってことで想定して、その、立法のね、適合性ね、法案の適合性を、こう検討させる問題が出てくるんですけど、まあ、法律がこうであるとして、規制丸1規制丸2の憲法適合性について論じなさい。でなお、その際には人に応じてね、参考とすべき判例や事故の見解と異なる立場に言及することっていうふうにあるんですよね。でやっぱ最近判例をやっぱ踏まえて論じないとね、やっぱいい点数もらえないんですよ。こういう傾向にありますのでね。でそこで今回の事案、じゃ例えばその顔を隠してデモ行進、ね、すること今制約されてるわけなん、制約しようとしてるわけなんですけど、判例踏まえるとしたらどんな判例使いますかって話なんだよね。で当然まあ21条に関することだと思うんで、まあ、21条の判例皆さんいろいろ勉強されてると思うんですが、まあ、その中でもまあぜひこれ使いたいっていうなんか判例ね、それをもう書いていかないとなかなか点数もらえませんよね。で一つね、いい判例、こんな判例どうかなということで3ページ見ていただけますか。いろいろ判例載せてくれてるんですけどね、これこんな判例どうだということで、で3ページの、1個目のブロックのね、1段落目というか、1個しかブロックないんですけど、1段落目見てください。規制丸1では、集団行進における匿名表現の規制が問題となっているとね、顔を隠してデモ行進するとちょっと罰則がありますのでね、そういう点で、集団行進における、匿名表現の規制が問題となっていると。で集団行進の自由は、これまずね、集団行進の自由がまず憲法の位置づけですね、憲法上の保障の位置づけなんですけど、動く集会とかね、あとはその他一切の表現の自由とか、この辺はね、平成25年の司法試験の趣旨とか実感に書いてあります。だから要は過去問ちゃんと勉強してた方がいいですよね。このデモ行進の自由のまず憲法上の位置づけに関しては、平成25年の司法試験のね、出題の人が採点実感ちゃんと勉強してる人は、こんな同じこと書いてあるから結局ね。でまずこんな感じで位置づけてあげるっていうことなんですよね。そしてじゃあ一応デモ行進の自由がさ、憲法上保障されてますとね。でしかも今回顔を隠して、そのデモ行進しちゃうとね、それで罰則受けるってことになると、憲法上保障されてる権利が制約されてるって話になりますよね。でそうなってくると、じゃあその制約が憲法21条1項に適合するのかっていうのを、適切な判断枠組みを皆さんなりに定立してね、でその枠組みの審査密度に応じて、具体的な検討を、して憲法がその規制が適合するかどうかということを判断しないといけないんですけど、その時にね、ここ判例がいくつか挙がってますよね。新潟県の公安条例事件が4行目、そして6行目ですかね、泉佐野市の、市民会館事件ね、なんかが挙がってますけど、特にね、泉佐野市の事件ぜひ使ってもらいたいなと思うんですよね。でこの泉佐野市の事件っていうのは、ちょっとちょうど少しね、要約が書いてありますよね。5行目のところちょっと読んでいきましょうか。市民会館の利用拒否をめぐり明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要だとした判決ってこと で皆さんに問題です。これ一応集会の自由の制約の憲法適合性判断した判例なんですけど、この今のフレーズって現その判断枠組みとしての厳格度ってこれどうですか、厳しいですか、それとも緩やかですか、どうですかっていうと、一般的にはこれ結構厳しい枠組みっていうふうに言われてるんですよ、ね、もう一回読むと、市民会館の利用拒否をめぐり明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要だっていう話ね。だからそういう点でもし本件のその顔を隠してデモ行進をすることについて罰則でね、規制するって話なんですけど、これもし同じ枠組みで行こうとしたら、こんな感じのね、要は対立利益が相当かなり害されるようなね、具体的な危険が明らかに予想されるような時じゃないともう規制できないって話で、逆に言うとそういう状況でもないのに規制しようとするような立法だったら、それ憲法に適合しないって話で、21条1項に反して違憲って話になってきますよね。でまず単純な思考方法ってここなんですよ。だけど今回の事案にこの泉佐野市の事件が直接使えるかって話なんだよね。泉佐野市の判例は参考にした方がいいと思うんですけど、同じ21条でね、デモ行進と集会の自由ってことで21条1項の中でもちょっと若干の違いはあるんですけど、同じその21条のね、1項で保障される人権の制約の憲法適合性が問題となってるっていう点では同じなので、一つ参考にできるってことで多分それで上がってると思うんですよ。でこの点じゃあいかがでしょう皆さん。これそのまま道路でやるデモ行進の自由にそのまま使っちゃっていいでしょうかって話なのね。
もうダメダメっていう首振ってる人いますけど、でそれ確かにそうなんですよ。平成25年の、ね、司法試験の問題の採点実感なんかにも結構その点触れられていたんですけど、泉佐野市の事件っていうのはさ、そのもともと集会をするための公の施設での集会の自由の制約の憲法適合性が問題となった事案なんですよね。で今回はその道路での公道上でのデモ行進の自由を制約するっていう話で、で泉佐野市の事件めちゃくちゃ厳しい基準立ててるっていうに言われてるんですけど、これ権利の擁護性がかなり高い事案だっていう評価がされてるんですよ。つまり今言った通り、もともと集会をするための公の施設での集会の自由の制約が問題となってる、事案でね、そういう中で権利の擁護性が高いゆえにかなり厳しい枠組みを立てたんじゃないかっていう、そういう理解なんですよね。に対して道路でのデモ行進っていうのは、道路ってもともとデモをするための場所ではないからね、道路ではそれは皆さんが通行するためのね、公のその通行に供されるための公の施設でありますので、そういう点でもともとデモ行進するためのものではありませんから、そうなってくると、公道上でデモ行進をする自由のね、その擁護性っていうのは、おそらくその泉佐野市の事件の、ね、時に問題となった、集会の施設に供された、ね、公の施設での、集会の自由を、ね、する場合とは随分擁護性が違ってくると思うんですよね。そうなってくると同じ枠組みが使えなくなってくる可能性があるんですよ。そこのところを自分なりに検討するとめちゃくちゃいい点数もらえるって話なのね。だから要は最近判例踏まえてって話になってくるんですけど、その判例ぴったりの事案が出ない可能性こうやって高いんですよね。でもその時に判例を一切じゃ書かないって話になっちゃうと設問の形式に合わないからね、それあんまりいい点数もらえないって話なんで、なんとかこう似てるような判例をね、発想想起して、でその判例との違いを踏まえてね、でその当該ね事案で適切な枠組みを立てていくっていうことをやっていかないといけないって話ですね。でこれちょっと雑談になっちゃいますけど、平成25年のちなみに司法試験の問題ね、あれも道路のデモ行進の自由の制約が問題となった話なんですけど、仮に、ね、それをじゃあ泉佐野市の事件と基本的にはだから泉佐野市みたいに厳しい基準立てられないはずなんですけど、それを仮に泉佐野市と同じような厳しい基準を立てようとしたらどうしたらいいですかっていうとね、権利の擁護性をまず上げてあげるって話だよね。あとその当該事案をちょっとこう分析して、規制対応が泉佐野市の事件のものよりも厳しいんじゃないかって話ね。でそれ今なんでそんなこと言ってるかっていうと、判断枠組みの厳格度って基本的にはその権利の擁護性とね、それと規制対応の厳しさで決まってくるんですよ。基本的にはね、もちろんその他の要素も考慮しますけど、基本的なその判断枠組みの厳格度を決定する要素っていうのは権利の擁護性と規制対応なんですね。じゃあ皆さんに問題です。なんで権利の擁護性とか規制対応の厳しさ等がね、厳格度に影響するんでしょうかっていうと、それはね、裁判所、一言で言うと、結論言うと、裁判所がね、人権救済機関、憲法の番人としての人権救済機関だからなんですよね。要は多数派が国会で人権を制約する、立法しますよね、立法作りますよね、法律作りますと。でそういう時に本当にその立法が憲法に適合するかどうか、人権制約するような立法を作られた時に本当にその当該規制立法が憲法に適合するかどうかっていうのを、裁判所審査することなんですけど、その時に制約されている人権の擁護性が高ければ高いほど、そして、その規制対応が厳しければ厳しいほど、本当にそんな大事な権利をこんな厳しい制約できんのっていう話で、かなり厳格な基準を立てていくはずなんですよ、裁判所ってのはね。逆に権利の擁護性が低く、規制対応もそれほど厳しくないって話になったら、それは裁判所としてはね、三権分立ですから、立法裁量尊重してね、あんまり深入りしないんですよね。そこまでそんな厳しい基準で立法を否定するようなことをする必要ないのだろうってことで、かなり緩やかな基準を立ててくると思うんですよね。だからそういう点でその権利の擁護性とか規制対応のこの厳しさっていうのは思いっきりその判断枠組みの厳格度に今影響してくるっていう話 でそういう目で見たときに、その泉佐野市の事件と今回みたいに道路でのデモ行進の自由はね、やっぱその権利の擁護性は全然違うんだと思います。でもそれにもかかわらず泉佐野市と同じような厳しい枠組みをじゃあこの道路のデモ行進で使えるようにするにはどうしたらいいかって言ったら、事案踏まえて、なんかうまい具合にね、権利の擁護性が高いんだってことを説明するか、 あるいは規制対応だね、それをちょっと事案の特性踏まえて厳しい規制なんだってことを言ってあげるんですよ。で例えば本件だったら、その顔を隠してちょっとこう特殊性、本件顔を隠してデモ行進をするっていうことね、それが罰則受けるって話で、ちょっと特殊な規制のされ方してますよね。で顔を隠すこと自体別に何か表現行為の内容に影響するわけではないから、あんまり難しいこと考えないと内容規制ではなくて内容中立規制でね、
で内容規制と比べて中立規制の場合はそれほど厳しい基準で審査しなくてもまあいいって話なんだけど、だけど実際なんか問題文全体読んでいくと顔を隠すことによってやっぱその気兼ねなくさまあやりたいことができるっていうね、そのデモ行進ができるっていうところがあるから、そこの問題文の本件の問題文のやっぱその書き方ね、そこのところをうまくこう着目していくと、その顔を隠すことを禁止すると、そうだね、顔を隠すこと、そうだね、罰則で禁止するってことが非常に厳しい対応なんじゃないか、そのデモ行進の自由に対するものすごい萎縮効果をね、萎縮効果ってすごく大事なんですけど、萎縮効果をまあ及ぼすんじゃないかってことを着目すると、それはちょっと基準の厳格度を上げやすくなってくるんですよ、そういうことを指摘するとね。あともう一つ、日本の最高裁この理論取ってないんですけど、パブリックフォーラム論ですね。要は不特定多数の人が、出入りできるような場所での表現活動っていうのは、その表現の効果ってすごく高いんですよね。それゆえに権利の擁護が高いんだっていう、アメリカの考え方なんですけど、そのパブリックフォーラム論なんかを使って権利の擁護性を例えば上げるって話ね。ただ日本の最高裁の多数意見はね、別にパブリックフォーラム論取ってるわけじゃないから、もしパブリックフォーラム論で不特定多数の人が出入りできるような、行動なんかが典型的ですけど、そういうところでの権利、デモ行進の自由の擁護性を高めたいと思ったら、やっぱ自分なりに説得的な理由を書いていかないといけないと思うんだけど、でもそこのところが論証できれば、道路のデモ行進と泉佐野市の事件というのはだいぶ違うとは思うんですが、権利の擁護性高め、かつその規制対応も結構厳しいなと、萎縮効果大きいなということでやってくると、同じような厳しい基準で枠組み設定できる可能性が出てくるんですよね。結論はどうでもいいんだよね。要はそういうことを自分なりの考えをね、基本知識に即して自分なりのこう考えを書いたところに点数くれるんですよね、論文試験というのはね。これ結論決めつけようと思ったらもうダメなんですよ。それはもう法律家の発想じゃないからね。その基本知識をもとに事案分析して、で適切な枠組みは何だろうな、あと試験だからやっぱり試験その出題者が何望んでるかっていうのを読み取らないとダメだね。問題文の事実関係見てね、読み取らないといけないんですけど、今回はその特に顔を隠してデモすることに対して罰則化すっていうちょっと特殊な事案出してるからね、今喋ったようなところをうまくこう処理できればいい点数、結論どっちでもいいんだけど、合憲だろうが違憲だろうがどっちでもいいと思うんだけど、いい点数もらえると思いますね。そんな感じです。じゃあ憲法これぐらいにしておきましょう。今度行政法、これ面白いですね。行政法はね、ちょっと処分制のところをお話ししようと思ってます、将来の試験に役に立つようにね。で8ページをご覧ください。8ページのところです。でこれ結構深い問題なんですよね、処分制めちゃくちゃ深い問題が出たと思います、今回の令和3年は。でそれがどういうことかっていうと、8ページの2個目のブロックです。設問1の括弧1、これが処分性の問題なんですよ。で1行目ご覧ください。設問1括弧1は本件不選定決定の処分性の有無を問うものだということね。でちょっと簡単に事案を口頭でお話ししますと、画面見られる方はね、画面にちょっと簡単な図をね、メモするほどのものではありません。ちょっと書いてあるんで、口頭で喋るで分かるように喋りますけど、今回ね、処分らしいものがちょっと2つあるんですよ。先行処分と後行処分みたいなものが2つあるんですね。でそれぞれその各処分は当事者の申請によってなされる、そういう構造になってます。だから簡単に言うと、まず先行処分に関して当事者が先に申請して、で先行処分がされると。でその後その先行処分があったことを前提に、次にまた当事者が後行処分の申請をして、それで後行処分がされるっていう、そういう事案を出してきたんですね。で今回それ何を聞いてるのかというと、設問1括弧1は今読んだブロックのね、2個目のブロックの1行目のところなんですけど、これ先行処分の、要はある意味不可処分みたいな感じかな、先行処分の申請が認められなかったところをこうつっついてね、でそこの処分性を聞いてるっていう話なんですよ。で実はその前の年の令和2年ね、申請に対する要は拒絶ですね、簡単に言ったら申請に対する拒否処分なんですけど、それの処分性を聞く問題が実は令和2年に出てたんですよ。で今回もその先行処分のところしか見なければ、また申請に対する拒否処分みたいなものが出たなと。で結局不選定処分って申請認めてくれなかったって話になってくるから、申請拒否処分だって話になってくるんだけど、違うんですよね。問題の本質が変わっちゃってるんですよ。この後行処分をくっつけることによって、その前年度に出た令和2年の問題とはだいぶ変わっちゃってます。でここの問題の所在を理解するために、ちょっと基本知識のお話をした方が効率がいいと思いますので、10ページを開けてください。行政法の関連知識という項目のところです。要はね、今回のその先行処分の処分性をどういう枠組みで審査するべきなのかっていうね、判断するべきなのかっていう話 でそれを令和2年 の事例と比較すると、めちゃくちゃ将来の試験に役に立つと思うんですよね。でこの点ね、10ページの
ところの括弧1のところなんですけど、これは私の今年の、ね、矢島の促進部講座の行政法のテキストからちょっと抜粋してきたんですけど、まず処分 の、ね、該当性判断する枠組みちょっといくつかあるんですよ。最近こちら、ね、参考文献は10ページの一番下のところに書いておきましたけど、事例研究行政法、ね、第4版日本評論者で、これ最近ちょっと今日基準にすると比較的最近ね、2021年の8月に出版されたばっかりのものなんですけど、でこれによると、ね、処分性をどう着眼していくかというとね、判断するの時の着眼点になるかというと、10ページの一番最後のブロックで あって見出しがついているところですね、カタカナのあってところなんですけど、まず一つ視点1で個別法で処分とみなされて公告訴訟の定義が認められている場合ね、でこの時はわざわざ判例の、ね、東京都のゴミ処理場の事件の枠組みに従って処分に当たるかどうかということをやらなくてもいいんですよ。まあ、当然のことながらもこれ処分になるんで、まあ、そういう時は いりませんという話ね。ただちなみにこれさすがにこんなの論文試験で出ないと思いますけどね当たり前すぎちゃってね。で論文試験で出るのはこの先の話なんですよ。で一つが11ページのところで視点2っていうところ でこれはね令和2年このパターンでしたね。法令に基づき許認可等の申請をした場合っていう話で、で昨年は別に先行処分後行処分とかっていうそういう複雑な話じゃなくて、単純に一つの処分を捉えてね、でそれ以外はその当事者の申請に基づいてまあされるっていうことなんで、その処分を、ね、当事者が望む処分してくれないっていうのは申請に対する拒否処分だっていうそういう事案だったんですよ。でその場合はですね、昨年の令和2年どういう処理がされたかっていうと、ちょっといいのね、矢印のところ見てください。一番上のブロックです。個別法括弧法令により許認可等を受けるためには申請を要することと、まあ、されている場合、まあ、法令に基づく申請をしたものは、まあ、申請が処分の根拠法令の処分要件に実態法上適合するものとして、ね、許認可を受けられる権利はもちろん、これとは別個のものとして処分庁に申請の審査をしてもらい、ね、してもらって、で申請を認諾するか拒否するかについて応答、ね、要は諾否の応答を受けることが手続き上の権利保障がされているみたいな、そんな感じで理解していくんですよね。でまたここでの法令に基づく申請というのは、処分の根拠法令の明文で、ね、申請権が規定されている場合だけではなくて、処分の根拠法令の解釈上申請権が認められる場合も含まれると。でこんな感じで法令に基づく申請に対してはとにかく応答義務が、まあ、生ずるってことなんで、わざわざ東京都のゴミ処理場の事件で処分性の判断枠組みに従ってね、処分かどうかっていうのを判断するまでもなく、当然その申請に対する拒否処分とか、まあ、申請に対するその、まあ、それを認める、ね、応答処分なんかもそうなんですけど、まあ、当然のことながら処分性があるっていうのを理解しちゃっていった話なんだよね。で令和2年はね、だからそういうことで東京都のゴミ処理場の枠組みで規範立てて当てはめしちゃうと良くなかったんですよ。でこれがちょっと下のところで令和2年の採点実感抜粋してあります。これ誤解のないように、これ昨年の問題ですからね。でこれで今年の令和3年と比べたいんですよ。で令和2年のこれ採点実感の抜粋なんですけど、まずね1個目のブロック見てください。まあ、3つのブロックで構成しておきました。まず1個目のちっちゃい黒ポチのとこですが、申し出の拒絶に処分性が認められるかを検討する際には、申し出がどのような性質を持つのかという点を考えるべきであるが、でこれ悪い答案の例として書かれてました。かなりの答案が、だからみんな受験生分かんなかったんでしょうね。この手のパターン初めて出たんで令和2年の時にね、まあ申し出の拒絶自体について判例の処分性判断の定式、ゴミ処理場の事件です。公権力の、ね、その主体の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているものって有名な枠組みあるじゃないですか。まあ、あれの話なんですけど、まあ、その判例の処分性判断の定式に照らして処分性があるかどうかを検討していた、そうした答案は問題の意図を十分に理解しないと思うってなっちゃうんだよね。結局だから申請に対する拒否処分、まあ、申請に対するなんか拒絶をするようなことを行政庁がやった場合は、まあ、単純にその、まあ、申請権が法令上認められているんであれば、まあ、行政手続き法上、まあ、応答義務が生ずるんですよ、処分庁の方にね。だから当然のことながら、まあ、法律上応答義務が生ずるようなものだから思いっきり方向化性があるので、しかも法の規定によって一方的にやってますからね、当事者の契約でやる処分するかしないかって決めてるんじゃなくて、まあ、法の申請の要件法律上満たしてればそれ処分申請認めるし、満たしてなければそれ認めないって話になってくるから、まあ、基本的にその処分にまあ当たる話なんですけど、まあ、処分に当たるのはある意味当然なんですよね。なんでこういう時にわざわざ東京都のゴミ処理場の事件でね、わざわざそんなことをやらなくてもよくて、結局その申請権が法令上認められるかどうかというところに焦点を当てて、まあ、論じていけばいいって話なのね。で令和2年確かにね、その申請権が法律を認められるかどうかはっきり書いてない事案だったんですよ。だからまさにその問題文全体を見て、今回その当事者がまあ申請ね、まあ、申し出してたんですけど、それがちゃんと法令上のものなのかどうかってこと、そこを分析することが主たる争点だったんですよね。でそんな中でね、まあ、さっき言った通り令和3年の問題にちょっと戻りますとね、こちらのところですけど、まあ、8ページのところ戻ってください。まあ
で、またちょっとね、先ほどの私の手書きの図をお見せいたしますと、左から右にこう時系列が時間流れていくんですけど、先行処分と後行処分が予定されてて、で先行処分の申請まずしてね、でここで、その先行処分がされますと、でその先行処分がされたことを前提に今度また申請、次の後行処分の申請して、まあ、それで今度後行処分がされるという、そのこういう構造になってますね。でこの点令和2年はこういう先行後行の関係はなかったんですよ、まあ、ある意味先行しかないっていう、まあ、先行後行ってそもそもそうやって区別するのもちょっとおかしいんですけど、まあ、とにかく1個しかその処分がなかったんですよね。申請と処分がワンセットで出てきたって話なんです。でこんな中で今回この中間処分のね、この先行処分のここの処分性聞かれてるんですよね。この申請認めてくれなかった不選定決定したところの、まあ、処分性がどうなのかって話 でこの時に令和2年 のね、じゃあその申請が法令上認められるかどうかっていうことで判断してじゃあいいのかっていうと、一応形式にはできなくはないんですよ。だけど問題文で後でちょっとご紹介しますけど、問題文で指示誘導がいろいろあって、その単純にその申請が法令上認められるかどうかっていうことを検討しても答えが出せ要は答えにならないようになってるんですよね。でそれがどういうことかっていうと、ちょっと問題文をご覧ください。だから司法試験でこういう傾向ね、丸暗記丸貼り付けを防止するために同じ論点聞くんでも毎年ね、同じ論点聞くときは必ずこう角度変えてきますから、だからそこに臨機応変に対応していくぐらい基本知識の理解がちゃんとできてないといけないのね。表面的にほらだからダメな例はね、答案丸暗記した人、じゃあ過去問勉強しようってことになって、で、まあ、誰かの書いた答案とかね、まあ、過去に自分が作った答案でも何でもいいんだけど、それをなんかその筋で覚えようとするともうこういう本番の試験に対応できないんですよね。同じ論点出すときは必ず角度変えてきますからね。ということで一見なんか申請に対する拒否処分の処分性聞かれてるってことで令和2年と令和3年似てるんですけど、問題文にひねりを入れてね、随分違うことを書かせるようになりました。で行政法の問題文ちょっと上げていただけますかね。憲法の次にあると思います。でまず2ページ、行政法の問題文の下の2ページの設問1っていうところを見ていただきたいんですが、括弧1、本件不選定決定は取消訴訟の対象となる処分に当たるか検討しなさいっていう話なんですよね。まあ、つまりさっき言った通り先行処分と後行処分があって、これ先行処分の話なんですよ。先行処分の申請がされて、でそれが認めてもらえなかったっていう話で、まあ、そこの処分性をまあ聞いてます。そしてなんでこれがね令和2年の枠組みが使えないのか、要は単純にその、ね、申請が法令に基づくものであるかどうかっていうのが使えないのかっていうと、これね次のページです。次2ページ先かな、会議録ですね。司法試験 の行政法の試験というのはその設問だけではダメなんですよ。実際その設問に答える際にどういうことを検討しなければいけないのかというのが会議録で詳細に指示されているんです。もう毎年ここはね。でそこで今のところをどういう形でじゃあ先行処分の処分性を検討するかというと、4ページの一番上見てください。弁護士 D、B さんの服の内容からするとね、まあ、これ要は不選定で申請認めてもらえなかった人が服があるって話なんですけど、 B さんの服の内容からするとまずは本件不選定決定の取消訴訟を提起することが考えられますと。で市長は本件不選定決定が処分に当たると理解してどうたらこうたらっていう話なんですけど、大事なのはね、こちらのね次の弁護士 E を見ていきましょうか。弁護士 B さんは、屋台営業候補者の公募に応募して、これ先行処分の申請ですね。この応募がね、まあ、屋台営業候補者の、まあ公募に、ね、応募して、で本件選定決定を受けたので本件条例及び本件条例施行規則の仕組みに即して、屋台営業候補者の選定が申請に対する処分にあたるか、したがって、本件設定決定が申請拒否処分に当たるかを検討すればいいでしょうかって話 でこの後ですね、基本的な方針はそれでいいで、ここまでのところがねだから令和2年と同じになっちゃうわけよ。申請に対する拒否処分に関してはとりあえずその法令の仕組み解釈してさ、その申請が法律上認められるかどうかってことは検討すればいいって話 で基本的にそれでいいっていうのは、ね、令和2年の問題と一緒なんですよ。この辺のところまではね考え方が、ただその後ひねりが入れてるのがこの後です。基本的には、方針はそれでいいと思いますが、でガナーとねこの後ひねりを入れてきてます。令和2年とは違うひねりを入れてきて、 B さんが屋台営業候補者の公募に応募したのはあくまでも指導専用許可、これは後行処分になります。要は屋台を道路上でやりたいんですよ。で最終的には後行処分の指導専用許可っていうのを取っとかなければいけないんだけど、この自治体ではちょっと特別な条例作っちゃって、その専用許可をね、指導の専用許可を申請するにはその前提として先行処分としてまあ、ちゃんと適切な人だっていうね、その屋台を、出して営業するのに適切な人だってことで申請して選定を受けとかないといけないっていうちょっと特殊な条例を設けちゃったんですよね。でそこでこちらの、ね、指導専用許可が後行処分になるんですけど、もう一回弁護士 D の
この、ね、2行目のところ行きましょうか、あくまでも指導専用許可を受けるためなので指導専用許可との関係にも注意してくださいって話ね。だからこの時点でもう令和2年の枠組み使えないんですよね。令和2年の枠組みだったらたあの使うんだったら単純に先行処分の申請が法令に基づくかどうかっていうことしか見ない、見ないんですよ。に対してもうこれ高校処分との関係で結びつけちゃってるんで、単純に先行処分が法令上の根拠に基づいてるのかどうか、先行処分の申請がね、まあ、法令に基づいてされたものなのかっていうことから直ちにこの答えが出せないようにちょっとひねりが入ってます、ここのところね。でここめちゃくちゃ難しいと思いますよ。本当に行政法の理解がちゃんとできてる人じゃないと多分何も書けないと思う、ここは。というわけでね、こういうひねりが入ってるんですよ、同じ論点聞いてくるときはね。でここは多分分かんない人はまた行政法の理解が足んないんでしょうね。でそこでちょっともう一回ね、基本的な方針はそれでいいと、思いますが、 B さんが屋台営業許可者の公募に応募したのはあくまでも指導専用許可を受けるためなので指導専用許可との関係にも注意してください、つまり高校処分との関係にちょっとね気をつけないといけないと。でなお、あでなお書きはいいや。でこの後ですね、まあここまででいけるかな、というわけで高校処分との関係考えないといけなくなってくるんですよね。でそうなってくると高校処分がその先行の行政行為の処分性に影響するとしたらどういう理論構成が考えられるかって話なんですけど、結局方向化性見ていくしかなくなっちゃうんだよね。先行行為が結局その高校行為との関係でどういう方向化を表すのか、まあ、簡単に言えば最終的には高校処分である指導の専用許可が欲しいんですよ、屋台営業するためにね、道路上で屋台営業するために最終的には高校処分である指導の専用許可が欲しいんですけど、その先行の要は候補者に選定されないとそもそもその指導の専用許可の申請ができない仕組みにされちゃってるんですよね。だからそういう点でその先行処分の要はね候補者の選定不選定っていう問題はまさにその後本当に最終的に自分がもらいたいと思ってる高校処分である指導の専用許可を受けられる地受けられない地、そこに思いっきり影響してくるって話で、方向化性に思いっきり着目してるんですよ。と同時にあとあれかな、救済方法的な話もちょっとあれかな触れてたかな、そこまではあれか明示はしてないか。でも指導専用許可との関係にも注意って書いてあるから、これね一応行政法の全体が分かってる人だとこれ別に選定受けられないまま、つまり先行の申請が認められないまま高校の申請するじゃないですか。で当然のことながらその自治体ではその高校処分の要件満たしてないからね、不許可処分にされますよね。指導専用許可を要はつまり先行処分であるその選定が認められないまま高校処分の申請したら当然のことながら高校処分は不許可処分にされると思うんですけど、そこで取り消し訴訟を提起して、そこで先行処分の違法性を争えばいいんじゃないかと、自分が選定されなかったことの、まあ、違法性を争えばいいんじゃないかって、そういう問題が出てきますよね、この両者の関係を比較することによってね。でそういう時にそれって判例でよくありますよね、先行処分と高校処分というのが予定されてて、でそれ別に高校処分で争われするよりも先行処分で争った方がいいんじゃないかっていう時に先行の行政行為について処分性を認めてるじゃないですか。だからそういう感じで権利救済の必要性っていう観点からね、そこのところで、その今回の処分性、先行行為の処分性判断していかなければいけないってことになってくると、これ本件に関してはねゴミ処理場事件プラス平成20年 の、 都市計画の事業計画、土地区画整理事業計画のね処分性肯定して、特にほら権利救済の必要性結構着目して判断した枠組みがありましたけど、あれが要はあれで枠組みの枠組み取っておくと使いやすいんですよ。方向化性に着目するっていう点ではゴミ処理場事件、そしてそのゴミ処理場の事件にある意味その権利救済の必要性組み合わせたのが20年の、ね、大法廷決定だ大法廷判決だと思うんですけど、そこを組み合わせるとちょうどこの誘導に応えられるんですよね。というわけで今回単純に先行の処分の申請が、まあ、法令に持つかどうかっていうことだけでやっちゃうと、この誘導に応えられない結果、まあ、点数もらえないって話になってくるんですよ。というわけでね、これ相当難しいと思うんだけど、行政法の基本がちゃんと身についてる人は多分分かると思うのね。これ分かんない人は多分まだちょっと全体が分かってないんだと思う。判例のまず理解と、あとはその過去問の理解だよね。やっぱ過去問大事なんですよ。過去問でね、今までその処分性のところどういう聞き方してきたのかっていうところはやっぱすごく大事なんで、まあ、そこのところちゃんと勉強するのがまあいいんじゃないかっていうふうに思いますね。でちょっとこれ雑談になりますけど、取材の市にはね、結局どの枠組みで判断すればいいかってことを明示してくれてないんですよね。やらしいですよね。これ今ご紹介してる取材の市どこ見てもね書いてないの。ところがちょっとこう2日前に出たね採点実感をちょっと画面に映してご紹介します。ちょっと今日すいませんね、採点実感の分析会じゃないんでちょっと雑談がてらなんですけれども、採点実感の方はちょっと枠組みの指摘がありましてね、でちょっと読ませていただきますと、設問1括弧1に関してはね、最高裁判例、例えば昭和39年10月29日これは東京都のゴミ処理場事件です。最高裁昭和35年判決で示された処分性判断の定式ないし、申請に対する拒絶が処分となり得ることについての理解を示した上でなってるんだよね。というわけでやっぱこれ今回ゴミ処理場の事件基本的に使っていくっていう
感じになってくると思います。資材主のところには一切記載がないんですけどね、枠組みに関する記載一切ないんですけど、さっきみたいにその高校行為とのね、高校処分との関係刑を踏まえて先行行為が処分に当たるかどうかということを見ていかなければいけない都合上、やっぱその方向性を見なければいけないんですよね。先行行為が結局ね、その高校行為との関係でどういう方向性があるのかで、さっき言った通りその結局先行の処分である選定を受けないとね、こう最終的に自分が欲しいと思っている高校処分であるその指導の専用許可が受けられないって話になってくるんで、まあそういう点でその結局不選定にされてしまう、選考の処分として不選定って形でされちゃうと指導の専用許可を受けられないまず地位に置かれてしまうんですよね。だそういう点でその方向性のところ着目していくことになると思いますね。であとは権利救済の必要性は、これ自分で考えればいいんですよ。選考の段階で取り消し訴訟を認めるべきなのかどうかだよね。さっき言った通り、まあ、別に高校訴訟に高校処分に対して取り消し訴訟を提起することも一応形式上は可能じゃないですか。だけどそれだとちょっと遅いでしょっていうのをなんか自分なりに論証すれば、まあ、権利救済の必要性から紛争の成熟性という観点からかな、まあ、十分も選考の段階で、取り消し訴訟を提起認めるべきだって話になってくると思いますので、まあ、それで処分に当たるんだってことが認定できるんじゃないかと思うんですよね。というわけで深いですよね。まあ、大体でもこんな感じですから、論文試験というのはね、同じ論点を立て続けに出すときはこういう感じなんですよ。同じ枠組みっていうか、まあ、そのなんか前の年に考えたのと同じように考えられないように、まあ、ひねりが入ってくると。でもこれは適当な、決して現場思考ではなくて、まあ、その基本なんですよね。行政法をつまみ食いせずにちゃんと体系的な勉強をしてるっていうこと、プラス過去問に慣れていくってことですね。やっぱ過去問に慣れてないとダメです。まあ、そこをちゃんとやっていくと対応できるんじゃないかというふうに思いますね。というわけで、まあ、行政法これぐらいにしておきましょう。まあ、7項目ありますのでね、まあ、ちょっとこううまく、短い時間で回していかないといけないので、まあ、行政法これぐらいにしておきます。さてじゃあ今度民法ですね。民法に関してはまた出題の趣旨の、ね、ちょっとレジュメを見ていただきたいんですけれども、まあ、14ページご覧ください。民法ね、14ページのところになります。でこちらはね、ちょっと今回は今後の将来の試験に役に立ちそうなのは設問に、設問2がねちょっと役に立つと思いますので、ちょっと17ページを開けてください。17ページね。で今回ね、有償の役務提供契約がちょっと主題で出てきたんですよ。で役務提供契約っていうのは皆さん民法の基本勉強されてるから、まあ、いくつか出てくるとは思うんですけど、まあ、例えばその雇用契約とかね、まあ、労働契約って言うのも同じ意味ですけど、まあ、雇用契約とか、あと受け売り契約とか、あと委任契約ですね。まあ、委任契約の中には準委任契約も含みますけども、まあ、いずれにしろ大雑把に言うと、まあ、雇用と受け負いとあと委任なんですよ。労務提供型のね、役務提供型の契約っていうのはね。で今回、そのなんかね、資格試験の講座を、まあ、開くことを依頼された、まあ、講師が、まあ、いまして、でそれが途中解約されてしまったんですよね。でそこで実際に講義をした月の、まあ、報酬と、講義はできなかったんだけど、その残りの契約期間のね、その講義報酬相当額の損害賠償請求ができるかどうかっていう形で聞かれたんですけど、その本件の事案で抗議をするっていうことが果たしてどの、ね、契約になるのか、雇用なのか受け負いなのか、 あるいはその委任準委任なのかどうかね、あるいはそのどれにも判断、どの枠にもこう入らないね、その民法には明文のない無名のね、非典型契約なのかどうかっていうところから、そういうところからですね、契約の性質をまあ踏まえて、じゃあ報酬請求ができるのかどうかっていうことをまあ考えていかせるような問題が出てきました。でこういうことで契約の類型分析するっていうのは将来の試験にめちゃくちゃ役に立つのでね、いろいろ応用がまあ効きますので、まあ、この問題に関しては設問2をしっかり復習をね、まずはしておいてほしいなと思うんですよね。でこれに関して17ページのちょっと1個目のブロックをご覧ください。設問には有償の役務提供契約が中途で終了した場合の法律関係を、特にその場合 の報酬っていうのは実際に抗議した部分のところになります。8月なんか5ヶ月契約かなんかでね、途中のところまでは何のトラブルもなく、最初給料ちゃんと報酬払われてたんですけど、ちょっとトラブルが途中で生じて、で8月は事業をやったんだけど、まあ、報酬が出てないんですよね。でそこで8月の末に途中解約されて、でとりあえず抗議した8月分に関しては報酬請求が問題となってね、で途中解約された後、実際まだ抗議やってない残りの契約期間2ヶ月ぐらい残ってるんですけど、そこに関しては損害賠償請求ね、契約の中途解約から生じた、まあ、損害賠償請求できるかどうかということで聞かれてます。まあ、そういうことで報酬および損害賠償について問うものですと。で当該役務提供契約の性質決定に関して、当該契約における債務の内容およびその特徴を明らかにし、はい、皆さんに問題です。なんで債務の内容と特徴を明らかにしないといけないんですか。この今報酬とかね、損害賠償できるかどうかってことを検討するのに、なんでそういうね、債務の内容等に着目しないといけないんですかっていうと、
これ大丈夫ですよね。条文が変わってくるからですよ。その債務の内容の性質に応じてさ、まあ、それがなんか請負人 の, その債務だってことになったら、請負の条文使ってくることになるし、まあ、それが準委任、まあ、委任って法律行為委託することだからね、まあ、実際抗議するって法律行為じゃないから、まあ、法律行為以外の事務委託するのを準委任っていうんでね、ちょっと委任ちょっと端折って、じゃああえて準委任って形でちょっと簡単に言いますけど、まあ、いずれにしろその準委任の受任者の、ね、債務なのか、この人が抗議をするっていうことがね、受任におけるその受任者の、まあ、債務なのか、あるいはその労働契約における、ね、雇用契約におけるその労働者側 の, その労務提供債務なのかってことによって、それで根拠条文が変わってくるんですよね。だからそのためにまずここを分析しないといけないって話ですね。これ別にこの事案に限らず、よく民法でさ、まあ、なんかほら誰かが別の人に対して何か請求できるかってよく聞かれるじゃないですか。その時に、ね、やっぱその請求の根拠を最初指摘しないとダメですよね。でその請求の根拠を指摘することによって、まあ、今回だったらさ、請負のじゃ報酬なのか、準委任の報酬なのか、労働契約の報酬なのかってことで、その請求の根拠を指摘することによって次どうなるんですかと、その要件が出てくるじゃないですか。請求の根拠が特定できればね。であとは要件に照らして事案当てはめて結論出せばいいって話なんで、まあ、基本的なその、まあ、民法の施行方法なんですよね。まあ、そういうことをやるためにこうやって債務の内容をまず分析していかないといけないって話ですね。そして3行目の途中のところですが、まあ、特徴を明らかにし、で民法の規定する役務提供契約の契約類型の特質を踏まえてね、当該契約の性質を決定することができるか、またそれを前提としてその中途終了の場合の、まあ、報酬や損害賠償に関連する、ね、民法の規定の構造を理解しているかってことでね、まあ、契約類型に伴う移動を理解し、できているかとか、まあ、簡単に言ったら役務提供契約ね、まあ、委任と請負と労働契約ね、雇用契約、まあ、その違い、そこのところがちゃんと分かっているかどうかっていうのを試してきてるって話になってきますね。で2個目のブロックも見ていきましょう。AE 間の契約丸1は有償の、まあ、役務提供契約ですと、ね、特殊 な,、まあ、なんかその検定試験の、ね、合格者を出すためにちょっと抗議をすることになっているんですけど、まあ、それは有償の役務提供契約であるところ、まず雇用ですね、まあ、労働契約と同じ意味なんですけど、雇用契約と労働契約は同じ意味なんですけど、まず、ね、雇用は使用者との間の指揮命令関係の下での役務提供、これが特徴なんですよね。要は上司部下 の, 雇用契約というのは上司部下の関係があって、部下が上司の、まあ、命令に従ってね、それで労務提供するというのがそれが本質なんですよ。で今回の抗議契約じゃどうなってるかというと、基本的にその抗議の内容まで事細かに指示するということは通常は考えられないんですね。ですので基本的には雇用契約にはなりにくいと思います。しかもなんかその工事がやっぱ特殊な、やっぱその合格者を結構出しやすいっていうね、まあ、そういう形でその事業を依頼されてるんでね、そういう点で裁量が広いんですよね。仕事の内容に対して非常に裁量がまあ広そうで、使用者の言ってることを逐一全部言われてることをやんなければいけないっていうような感じではないので、そういう点で指揮監督関係がなさそうなんですよ。でそうなってくると本件役務提供契約でね、まあ、一応理論上は雇用と請負と、まあ、準委任があるとしたら、雇用がまずないという話になりますね。指揮監督関係なさそうだと、仕事の内容、労務提供の内容にだいぶ裁量がありそうなんですよね。でその後、2行目の途中のところですが、で請負はこれ仕事の完成という結果の保証、あ今度ね請負手にはちょっと着目、これどっちなのかよく考えた方がいいです。これ多分説明の仕方次第でどっちでもいいみたいな感じなんですけど、請負は仕事の完成という結果の保証で、委任は結果の保証はないんですよね。結果の保証を伴わない、事務の、ね、委託と裁量ある、ね、他人の、まあ、事務の処理を持っているということで、まあ、その辺のところが特殊的な話になってきます。なんで、まあ、今回とりあえず、まあ、なんか5ヶ月間事業をやりますって話なんですけども、これを、ねまあ、仕事の完成を債務の内容としているのかどうかですね。でもしそうやって思うんだったら、これ請負の方に近くなってくるんでしょうし、まあ、どうも仕事の完成っていうわけじゃなくて結構裁量広そうだなってことになってくるとね、要はその例えば何月何日にどこで抗議しなければいけないっていうことまでが債務の内容だとすると、これかなりその仕事の結果っていうのが観念しやすくなってくるんで、かなり請負の方に近づいてくるんですよね。でも今回その債務の本質はそこじゃなくて、まあ、合格者を出すためにね、まあ、なんか適切なその試験に受かりやすい抗議をするんだってことが債務内容の本質だとすると、それで手段債務みたいな感じになってくるんだよね。なんかその特定の日に抗議を単純にするっていう、まあ、話じゃなくて、そこをやっぱその裁量、その講師の裁量によってね、まあ、受けやすいようなその事業をすることが債務の内容になってるんだってことになると、仕事の完成っていうのがちょっとこう明確にならなくなってくるんですよ。裁量が広くなってきてね。でそうなってくると請負って言いづらくなってくるんだね。要は準委任、委任はまあ法律行為の委託で、まあ、抗議するっていうのはあんまり法律行為の委託って言わないからね、その法律行為以外の事務を委託するって話になってくるから、まあ、準委任って話になってくると思うんですけど、まあ、そんな感じで準委任って捉えます。でここね、答えどっちかって決めつけようと思う思考もダメね。論文試験でそうじゃないんですよ。この今みたいに請負と、まあ、委任の特質を踏まえて、これどっちに当たるのかって自分で考えないといけないんですね。で結論どっちでもいいんです。ちゃんと理由がしっかりしてれば、結論
どっちでもいいって話なんでね、まあ、そういうところで答えを決めつけちゃいけないんだよね。毎回自分でこう考える基本知識からだけどね、もちろんね、請負人とあの雇用契約の特質はもちろん事前のインプットで理解していかなければいけませんけど、まあ、そこ分かった上で毎回自分の頭で考えていくっていうことをやんないと本番の試験に通用しないんですよね。そういう人が求められてますから、合格するためにはね。で今度ね、今の2個目のブロックの、2段落目をご覧ください。契約1の性質を、いずれと決定するかにあたってはね、それぞれの契約類型の特質とともに、その特質に対応した契約1における E の労務提、役務提供の、ね、内容を明らかにすることが求められると、すなわち請負の場合は何をもって仕事の完成結果保証と言えるのかってことでね、例えば5ヶ月間事業をやるってこと自体がもう仕事の完成、仕事の内容だってことになれば、それは請負って話になってくるでしょうしね、それから委任の場合には何をもって A の事務の委託あるいは裁量ある事務の処理と言えるのかね、まあ、合格者出すためにいい事業をするっていうことが債務の内容だとしたら、これ委任の方に近づいてくるんですよ。どっちかというと住委任の方に、まあ、近づいてくるんですよね。単純に5ヶ月間決まった日に事業をやるってこと自体が債務の内容にならないからね。あとあのちょっと雑談あのちょっと関連知識でね、委任と請負の大きい違いって何だと思います？ちょっと話それるかもしれないけど、委任と請負の大きな違いっていうとね、あの下請負が出せるかどうかなんですよ。下請負出せるか、請負って基本的には仕事の完成自体にこう、ね、あの重きが置かれてるんで、まあ、請負契約は結んだ後に特約で下請負出すことが禁止されたらもちろん出しちゃいけませんけど、その特約で禁止されてなかったら下請負自由なんですよ、下請負に出すことはね。だけど委任っていうのはその、まあ、信頼関係が大事なんでね、信頼関係を個人間の契約当事者間の信頼関係を基礎と、まあ、してる、契約でありますから、まあ、当然のことながら下請負みたいなものはあのできないんですよね、基本的にはね。というわけで、まあ、そこの違いですよね。だから今回まあ一応こうその講師の能力が買われて、まあ、それで講義することがあの約束されてるんでね、まあ、そういうところを考えると、まあ、まず簡単に下請け出していいのかどうかということで考えたときに、多分下請け出しちゃいけないと思うんだよねあのその講義のやっぱのその講師の能力が買われてね、講義あのするって話になってくるから、まあ、突然じゃあ例えば誰々講師がやるはずだったあの講義の日にさ、突然なんか全然分かんない人がこう出てきて話を始めるってなっちゃうとさ、それって多分あの、ね、その仕事頼んだ人からすると、ちょっと話が違うんじゃないかって話になると思うんですよね。でそういう点で考えてくると、まあ、ちょっとこうね、あの委任の方に近いの可能性があるんじゃないかって話ね。だけどあの結論として別にあのちゃんと仕事の内容がしっかりこう、ね、あの確定できるんだったら、仕事の内容確定できるっていうのはそれってね、結局仕事の完成、請負の要素なんですよね。だからこれ本当皆さん自分で考えてほしいなって思うんですよね。まあ、今回とにかくあの5ヶ月間あのちゃんと事業をやるってこと自体がもうその債務の内容、仕事の完成だってことで、その債務の内容がこうもう確定的に 明確化できるんだったら、それは請負の方に近づいてくるでしょうし、でもまあそうじゃなくてね、まあ、合格者を出すために適切な裁量に、よってね、裁量をうまく行使して、いい講義をして合格者を増やすんだってことまで含めてね、まあ、そういうようなとにかく合格者を出さない、あの実際合格者が出るかどうかという結果の保証まではしないんですけど、合格者を出すために最善の努力をするっていうね、それが債務の内容だってことになってくると、これ12人の方に今なってきますよね、という感じです。でね、一つちょっと面白いことがありまして、問題文の冊子を開けてください。あの今回ちょっと報酬のシステムが特殊なところがありまして、でその報酬の仕組みからその契約類型を実は推認することが可能なんですよね、あの一つの資料としてね。でそこでちょっと問題文民法のところを開けていただきたいんですけれども、今回の報酬内容に関しましてはね、ちょっと民法のところを開けてください。で設問2のところなんですけど、ちょうど問題文の3ページって書いてありますかね、下の方にね、まあ公報系民事系刑事系で順番になってるかと思うんですけどね、ちょっと違かったらすいませんね、私ちょっと問題文の冊子もらわずにこっち来ちゃったんでね、ちょっと私の自分 あの自分で印刷した問題文をちょっとあの広げてますけど、で民法の、ね、ところの、ね、3ページのところで、今回の、ね、報酬内容は、ね、2ページのところだ、2ページの、縦6、事実の6っていうところ の、その下から4行目ぐらいのところを見てもらえますかね、同年6月から10月までの5ヶ月間 A の事務所にて、ね、出張口座を開設で週4日事業を行うことで報酬月額60万なんですよね。だからまあ単純にこの週4日事業するっていうのがもうその仕事の完成ね、だってところ重きを置くと、これ請負の方に近くなってくると思います。でこの後、および同年オツ検定の合格者に応じた成功報酬を支払うことをまあ合意したって話なんで、これ報酬がだから2本立てになってるんですよね。
単純に月額60万で5ヶ月間という話と、あとは合格者に応じた、まあ、成功報酬ということで、まあ、もらえるという話 で、これはあのこの、ね、報酬から契約の性質を推認するという着眼点の一つです。別にそれだけで直ちに契約類型が決まるわけではないということは絶対誤解しないでくださいね。一つ その推認する資料になるという話なんですけど、この、ね、あの合格者の数に応じた成功報酬って最近債権法改正で民法で、ね、明文化されたあのちょっと委任の、ね、条文にそれにあのヒントになる条文がありまして、それをちょっとねつけてきました。出題の市のね冊子のところを見ていただきたいんですけども、22ページのところですね。これはあの私の矢島の促進講座のね民法のテキストからあの抜粋してきているものなんですけど、まあ、22ページの、ところで民法の関連知識というところになります。で、委任の報酬形態がじゃあどうなってるかって話でね、でこれめちゃくちゃ役に立つからね、あのこれ将来の試験担当試験にももちろん普通に出てきますからね。でそこで22ページの2個目のブロックのところを見てもらいたいんですけど、有償の委任契約にあの大きく2つの類型がありまして、で、まあ、中身読んでいくとね、有償の特約がある委任には委任の事務処理の労務に対して報酬が支払われるもの、まあ、履行割合型の有償委任と、事務処理の結果として達成された成果に対してね、さっきのね合格者の数に応じてあの報酬の額が変わってくるって、これに近いんですよ。事務処理の結果として達成された成果に対して、まあ、報酬が支払われるもの、まあ、成果完成型の報酬がありますと。で今回月60万くれるっていうのは履行割合型 の、 あの報酬にもしかしたら当たる可能性があって、で合格者に応じてまたさらにあの2本立てで、ね、別の報酬もらえるっていうのがこちらの方があの成果完成型の報酬っていう、その可能性が出てくるんですよね。なんでここのところ着目すると、まあ、やっぱり委任に近いのかなっていうところが推測できるって話ね。でもさっき言った通り別にこれだけで決まるわけじゃないからね。だってそもそもあの民法に明文のない契約だって OK なんだから、あの契約自由の原則だから、まあ、公序良俗に反するとか強行放棄に反するともちろん契約の効力が否定されちゃうんですけど、そうじゃない限り別に民法の明文のない契約なんていくらでもやっていいわけなんでね。だからそういう点で今回 あの問題文の事案の報酬形態から直ちにね、あのじゃあこの契約だって決まることはないんですけど、でも一つのヒントにはまあなるんじゃないかというふうに思いますね。で皆さんに問題です。この特にあの成果かあのこちらの、ね、成果出すとじゃあそれに従った報酬もらえるって話になってくるとさ、なんか浮世絵と似てますよね。仕事の結局ほら完成結果に対して、まあ、結局報酬もらえるって話で浮世絵に近くなっちゃうじゃないですか。でそうなってくると、ね、これでも同じわけないですよね。条文違うんだからね。何が違うんですかって話だよね。でそれはね、その成果が出せなかった時に債務不履行責任を負うかどうかというところに違いが出てきます。でこれがこの2個目の今の、見てるブロックの下のところになりますね。下からね4行目ぐらい見ていきましょうか。下から4行目の終わりの方だな、結果括弧成果の不発生の場合、浮世絵だとねこれ当たり前なんだけど仕事の完成ができてないってことになるから、浮世絵の、ね、債務の本質である仕事の完成ができてないってことになるから、これ債務不履行責任になるんですよね。一方委任の場合は あくまでも手段債務なんですよ。一定の結果を出すことが債務の内容になっちゃったらそれは委任じゃなくても浮世絵になっちゃうから、逆に言うと委任である以上その成果に、ね、応じた成果完成型の報酬形態を作ったとしても、それが委任である以上成果出せなくても債務不履行にはならないんですよね。その代わり成果に応じた報酬はもらえません、ね、まあ、その点で不利益は受けるんですけども債務不履行責任は負わないっていうところになってくるんですよね。でそこでちょっと問題文見ていきましょう。今回合格者出さないとじゃあ債務不履行責任になりそうなのかどうかって話なんですけど、まあ、問題文のね、2ページのところを見てください。もう1回ね、で2ページの、まあ、縦6のまた下から4行目からいきましょうか、まあ、せっかくだからあれか縦6全部読んでいこう、まずこれ A ね、これ今回は講師になる人なんですけど、 A は個人で事業を営んでいたところ、従業員の技能の向上のため毎年、あごめんなさい、講師になる人はまた別だ、とりあえずこれ A ね、これはあの仕事をお願いする人ですね。 A は個人で事業を営んでいたところ、従業員の技能の向上のため毎年11月に実施される業界の技能検定試験である、まあ、なんとか検定1級以下ね、おつ検定と言いますが、それをまあ従業員合格させる方針を打ち出したと。でそこで、A はね、おつ検定の高い合格実績を謳って通学講座を開設している E に対してね、でこれがまあ講師の方ですね、まあ、E に対して A の、従業員専用の出張講座の開設を依頼したと。で A を呼び E は令和3年5月10日 E が、同年6月から10月までの5ヶ月間ね、 A の事務所にて、まあ、出張講座を開設で週4日事業を行うこと、
そして A が月額報酬60万、そしておよび同年オツ検定の合格者数に応じた成功報酬を支払うことを合意しました。これが契約丸1の内容です。でこれどうですか皆さん、合格者出さないと債務不履行責任を負うような感じに読めますかっていうとね、多分そうなってないと思いますよ、ここのところね。だからそういう点でさっき の, あの報酬規定 の, あのさっきの民法の条文との関係でいうと、まさにあの成果報酬に近い感じになってくると思うんですよね。一応まあ念のため言っていくと、まあ、別に報酬から直ちに契約決まるわけじゃないからね、これで直ちにじゃあ委任だっていう話にならないんだけど、でもかなり重要な考慮要素になってくると思うんですよね。あとはそのやっぱ下請けができるかどうかって話だよね、この内容でね。受け入れってのは基本的に下請け特約で禁止されてない限り自由だけど、これ特にこれ特約ないんで、そういう特約ないからね、まあ、そうなってくると下請け出せるんだって話になっちゃうんだけど、これ果たしてどうなんだろうって話だよね。このおそらくこの E の実績に着目して、まあ、講義やってくれって話になってくるなってるわけなんで、これ突然知らない人がやっぱ講義やっちゃったらまずいと思うんでね、まあ、そういう点では、どうなんでしょうね、これやっぱ委任に近いのかな、ここのところはねっていう感じかな。でもあの仕事の完成、結局月あのほらもう5ヶ月間講義やるっていう話でさ、そこに重きを置いたらやっぱ受けようになるからね、結局仕事の内容がどこまで特定できるかなんですよ。仕事の内容、つまり仕事の完成が特定できたらそれは請負になりますし、それができなければ手段債務ってことでね、結局その、委任の方に近づいてくるって話なんですけど、だからそこはもう皆さん次第なんですよね、ここのところね、請負にするのか、まあ順まあ、委任にするのか、まあ、委任だとしたら準委任ね、法律行為の委託じゃなくて法律行為以外の事務の委託になってくると思うから、抗議をするっていうのはね、だからそういう点で、まあ、準委任に今なってくるのかどうか、あるいはその両者でもないっていうね、あの民法上の無名契約でもまあいいわ、民法の名分のない無名契約でもあの構わないんですけど、まあ、いずれにしろそんな感じのところからまあやっていくって感じですかね。というわけで、まあ、今日はこれぐらいにしておきましょう、ね。まあ、今後の試験に役に立つ話としては、まあ、こうやって、ね、契約の、まあ、性質いろいろありましてね、で特にあの民法があの、ね、債権法改正によってああいう報酬に関する細かい規定が結構細かいというかあれかよくないか、まあ、報酬に関していろいろねあの実務で役に立つそうな規定が、まあ、たくさんできてきてますので、まあ、よくねこれ機会に勉強していてもらえればいいんじゃないかと思いますね。当然のことながら今後担当試験ではもう絶対出るからね、あの、論文試験ではこれまだ出たばっかだからね、また来年出るかどうかってちょっと自信ないですけど、まあ、担当では普通にもう出てくるでしょうからね、ちゃんとやっといてほしいなと思います。さてでは今度ね、商法行きましょう。また出題の趣旨の冊子の方を見ていただけますかね。出題の趣旨の冊子で商法はですね、こちら30ページ基本趣旨なんです、26ページのところになります。26ページのところね。で商法に関してはあの要はね結構知ってるか知らないかで勝負決まるところがあります。他の科目との比較なんですけど、他の科目はね結構ひねり入ってるんで、設問の形式自体にかなりひねりが入ってるんで、まあ、なんか事前に勉強したことをかなり柔軟にこう、ね、使いこなせるようなことしないとなかなかいい答案書けないんですけど、商法はあんまりひねりが入ってないんですよね、あの全科目的 の比較 の話ですけどね。で特にねあのその中でもひねりが入ってない中でも、でもその中でも基本知識をねしっかりとあの駆使して事案をね事案に食らいついてあの処理するっていう、そういうところは聞かれてるんですよ。でそのそういう質を理解するには設問3がいいと思います。このね商法今回設問3つあるうち、設問3がめちゃくちゃ基本知識使って処理するんだけど結構頭使わないと答案書けないよっていうところが出てるんで、ちょっと設問3を、一部ご紹介したいと思ってます。で28ページを開けてください。縦4の括弧1ですね、縦4の括弧1でちょっと口頭でね、まあ、問題文事前に見られてる方と見られてない方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと見られてない方すいませんね、ちょっと口頭で簡単に事案をねご紹介させていただきます。で当然初めてだとなかなかついてくるの難しいと思うのでね、今この場では分かっていただける限度で構いませんので、ちょっと簡単に事案を紹介いたしますとね、株主総会のね、まあ、決議取り消し訴訟ね、株主総会の決議の効力要は聞かれてるんですよ、設問さんね。でそこでそうすると決議の瑕疵をね見つけないといけないの。過去問でも司法試験でも予備試験でも株主総会の決議の効力って結構聞かれるんですけどね。でそういう問題が出た時はとにかくあの決議の瑕疵を見つけ出すんですよね、問題文をちゃんとしっかり分析してね、なんか違法なところがあるんじゃないかってことで、まあ、見つけ出すんですよ。で今回一つ着目したいのが29ページ、あ、すみません、ちょっと画面に映してきますけどね、ちょっと多分細かくて見づらいと思うので口で言いますので理解してもらえればと思うんですけど、後者の株主総会が今回の舞台になります。後者の株主総会ね。そしてその後者の株主で議決権を行使する株主としてはいろいろいるんですけど、今回ちょっと今着眼したいのは別の会社、弊社っていうのがあるんですよ。甲乙丙の弊社ね。で弊社が後者の株を持ってるんですね。でそういうことで弊社が持ってる後者株式を後者の株主総会で、まあ、議決権行使したいっていう話なんですけど、皆さんに問題です。会社が保有、会社が別の会社の株式を保有してるときにさ、その議決権行使するのって誰ですかっていうと、
まず法律上権限持ってるのは一切の裁判上裁判外の、ね、行為をする権限持ってる代表取締役なんですよね。代表取締役がいる会社だよね。だからそういう点で基本的に他の会社の株持ってますってことで、じゃあそれ誰が行使するんですかって言ったら、法律上は代表取締役が行使することになってきます。じゃあ今度皆さんに問題です。代表取締役って一人だけじゃなくて複数置いてる会社も結構あるんですよ。じゃあそういう時、じゃあ誰が行使するんですかって話でどうですか。そうね、法律上特に制限する規定ないんですよね。代表取締役の代表権限というのはすごく包括的な権限なんで、基本的にそれを明文で直接的に制限するような規定はないの。だから代表者が複数いたら各人それぞれがその他の会社の株式を議決権行使することが可能なんですよね。だけど会社でそれを内部的に、会社の内部の話だけどね、その会社の内部的にその権限を制限することは可能なんですよね。だけどもともと代表者のそのね、権限というのは包括的な権限でありますので、会社が内部的に制限するとさ、その内部的な制限を知らない外の人が取引の安全害されちゃうって話になってくるんだよね。結局その代表権限がない人と何か行為をしちゃってもその本人である会社に効果帰属しないじゃないですか。だからその相手方の取引の安全が害されてしまいますから、そういう点で内部的な制限は別に勝手にやってもいいんだけど、それを善意の第三者には対抗できないんだっていう、そういうシステムになってるわけですよね。でこの点ちょっとついでにね、ちょっと基本知識貼り付けてきたんで、確認するまでもないと思うけど、一応ね30ページのところにね、ちょっとこちら基本知識貼り付けてきましたんで、ちょっと見ておきます。こちら矢島の促進部ところからねつけてきましたけど、で31ページいきましょうか。31ページの1個目のブロックだけご紹介します。代表取締役の代表権という話なんですけど、代表取締役はね株式会社を対外的に代表する権限を持ってますと。で2行目、代表取締役の代表権は会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為に及ぶものでありますね。で代表取締役の代表権は包括的でありね、それを会社の内部的において内部で制限してもね、善意の第三者には対抗できないというね、そういう システムになってるんですよね。で2段落目のところですけど、代表者は複数存在しても、各自が会社を代表する権限があるということになりますね。で複数存在する場合、実務では会社のない人により代表者の権限が内部的に制限、されることがありますが、この制限は善意の第三者に対抗できないということになってます。でこれ今回ねこれに関わってくるんですよ。でまたちょっと取材の趣旨のところ戻りますと、29ページのところなんですが、じゃあもう一回ちょっとそれを踏まえてお話しするとね、今回、舞台は後者の株主総会なんです。後者の株主総会が今事件の現場になってます。そして、その後者の株を弊社が、別の会社が持ってるんですね。弊社がね、弊社が後者の株式を保有してるんですけども、その弊社が保有している後者株式を誰がじゃあ議決権行使するのかっていうと、この会社代表者が2人いるんですよ、E と F が。なんでさっきの基本知識を踏まえると、これ別にどっちが行使してもいいって話になってくるんですよね。それぞれ一切の包括的な代表権持ってますから、どっちともこれ行使できると。ところがこの会社では内規で、この、結論からちょっと大雑把に言うとね、本件の株式の議決権行使するのは E の役割になってるということで、そういう内部的な制限がされてるのね。ただ結果的にね、いろんな策略があって両者が議決権行使しちゃってるんですよ。弊社が持ってる株式について、だからある意味二重に行使されちゃってる状況になってるんですけど、でそれがどっちが優先するのかっていう話ね。でそれによって決議の瑕疵が あるかどうかが決まってくるんで、どっちの株式優先するかどうかってところが決議の瑕疵のところに影響するんでね、それで決議取消訴訟に影響するんですけど、でこれどう考えるかなんですが、とりあえずこの弊社の内規では E にね、後者の株式の議決権行使するのは E だって話になってて、でそんな中でその E はね、その後者の代取の A に、その自分のね持ってる権限を、議決権の要は、その行使権限を委任して、で A に代理行使させてるんですよ。ここの代理のところはとりあえず気にしないでおきましょう。いずれにしろこのね代表者の一人の E が、ちょっとややこしいけど大雑把に言ったら E が議決権行使だと思ってくださいまあ、実際にはねその後者の代取に議決権行使を310条で委任してね、それでA の方がその弊社の株を代理行使、議決権代理行使してるんですけど、いずれにしろ E が行使したってことですよ、大雑把に言ったらね。でもう一人 F は F で、実際総会の現場に行って行使を、してるということなんですよね。でこの時にね、まず先ほどの基本知識を使って、じゃあ処理するとどっちの議決権が要は優先するかって話なんですけど、まずこの内規については善意の第三者に対抗できないじゃないですか。で本件じゃあ誰が第三者になるかって言ったら、一応後者の方なんですよね。
後者の株主総会が今事件の現場になっているので、まずその後者がだから今回第三者に当たるんで、まあ、まずこれが善意と言えるかどうかっていう話になってくると思うんですよ。でなんか問題文見てるとね、まあ、なんか誰も知ってる人いなさそうなの、その弊社のナイキがそうなってるっていうのね、この後者の弊社が持ってるその後者株式に関しては E が行使しないといけないんだっていうナイキの存在を誰も知らなかったような感じになってるんで、まあ、その点もしかしたら善意って言えるかもしれない、そこのところ着目するとね。でそうなってくると、この内部的な制限を結局善意の第三者である後者の方に対抗できなくなってきますから、これ有効になってきますよね。でも一方で F も F で F は F で同じ株式を議決権行使しちゃってるんで、そういう点で重複になっちゃってるんですよ今ね。同じ株式を、この2つ行使されてることになっちゃうんで、だからこの先現場志向になります。じゃあこれどっち優先するのかっていう話なんですよね。皆さんどっちだと思います？これこちらね、 E は一応ね、まあ、この、ね、株式代理行使する議決権の行使権限があるんだけど、まあ、委任状を送ってるんですよ A に対して。で A が、まあ、その代理行使をしてるっていう状況になってます。で F は直接株主総会の場に行って、まあ、議決権行使してるんですよね。でこれやっぱどっちか優先順位つけないと、もう、ね、話が進まなくなっちゃうから、まあ、どっちが優先されるのかとか自分で考えなければいけないんだけど、でこれは一つの考え方だけどね、一応現場に行って直接その、ね、代理人と本人、あ、要は簡単に言うなら代理人と本人ど、ね、同じその2人がそれぞれ同じ行為やったらどっちが優先するのかって話ですよ。あ、矛盾する行為をしたか、例えばね、あ、でそう議決権 の、ね、その議案の賛否も分かれちゃってるのね。その E が投票した、内容とそのもう一人 の、ね、F かな、 F が投票した内容は要は議案に賛成するか反対するかっていう点で内容違ってるんですよね。でそうなってくるとほら、まあ、これ一般的な話でさ、本人一応誰かにある行為をする代理権を与えて、でも実際本人もやっちゃいましたと、代理人もやっちゃいましたって話 でそれが内容が違ってる時にどっちが優先するんだって話だよね。はい、皆さんに問題です。どっちですか？これ完全に現場志向ね。でこれやっぱ本人ですよね。本人の意思と代理人の意思がもう内容違ってんのにさ、それで本人が自ら行為してんのにその効力が否定されてさ、本人の意思に反するような内容の代理人の方の行為が優先するっておかしくありませんかって話でね。だそうなってくると本件の場合はまあ、F の方が優先するってあんま難しいこと考えなければだけどね、まあ、一応 F の方がまあ優先するっていうことはあり得るんじゃないかということですね。まあ、いずれにしてもね、こんな感じのことを気づいて基本知識からね、こんな感じの問題点を発見して、まあ、書ければ合格っていう話なんだよね。というわけで特になんかさ、こういうのって事前になんか論点ってわけじゃないじゃないですか。要は基本知識の組み合わせだからね。要は代表取締役の要は代表権っていうのがまずどういうものなのかってまず理解してるってことと、あとはまあその代理人と本人がね、やってることが違った時にまあどっちが優先するのかって話なんだけど、まあ、そういったなんか基本的なところのまあ組み合わせですよね。まあ、そこのところでまあ処理するって感じなんで、まあ、ちょっとこういう質の問題だっていうのを気をつけてほしいよね。今後の皆さんの将来の試験ね、こうやってなんか一見考えたことがないようなところが出るんだけど、実は事前にインプットしてた基本知識からなんとかこう食らいついていけばまあ処理ができるっていう問題出ますのでね、まあ、諦めちゃいけないっていう話になってきますね。まあ、細かい知識がなくてもね、こういうなんか基本から考えて答えられるようなところをしっかり食らいついていけば、まあ、ちゃんと合格点取れるはずなんでね。論文試験って司法試験でも予備試験でも満点基準にした時に大体半分ぐらい取れれば結構上位の方で合格できるんですよ。合格者の点数法務省のウェブページで発表されてるんで、まあ、暇な時にね、まあ、暇ない、まあ、皆さん暇ないと思うんでまあなかなかあれでしょうけど、まあ、一応ウェブページ見たら分かるんですけどね、まあ、満点基準に大体半分ぐらい取れれば司法試験でも予備試験でも論文試験ね、まあ、結構上の方で合格できますので、こういうね細かいこと知らないで、そういうところ点数を落としたとしてもね、確実にこう基本から答えられるようなところで、まあ、点数を、ね、獲得して、まあ、なんとか半分ぐらいを、ね、取ってもらえればというふうに思うんですよね。さてでは今度ですね、民事訴訟法いきます。出題の趣旨の冊子の32ページをご覧ください。民事訴訟法ですね。で民事訴訟法に関しては設問1の、ね、ちょっと引き換え給付判決をちょっとテーマに、最近の司法試験が、まあ、論文試験がどういう質の問題を、ね、こう出してくるのかっていうのをちょっと理解してもらえると、皆さんの日頃の勉強の質が上がるんじゃないかと思うんですよね。でこのね、32ページのまずね、1個目のブロックじゃなくて2個目のブロックでいきましょうか。2個目のブロックね、これなんか有名な判例が題材になってるんだけどね、注意深く問題文見ていくと違うこと聞いてるんですよ。でもそこをね、気づけない人もいるんじゃないかと思うんだよね。もう事前に知ってる判例に引っ張られちゃってね、この本当にこの問題で聞きたいことを答えられなかった人もいるんじゃないかと思うんだけど、ちょっと見ていきましょう。32ページの2個目のブロックです。まず設問1の課題1では、 X がY に対して1000万円程度の立ち退き料の支払いを申し出た上でね、1000万円の立ち退き料の支払いと引き換えに、まあ、本件建物を収拠して本件土地を明け渡せとの、ね、判決をまあ求めってことで、まあ、いわゆるその、ね、引き換え給付判決、立ち退き料を払うから建物を明け渡してくださいっていう、ね、まあ、話なんですけど、
まあ、そういった事案でさらに第1回口頭弁論の期日において1000万円という額には大きなこだわりがない旨をまあ陳述したという事実関係においてね、 X、 これ原告ですね、今明け渡しを求めている人ですけど、 X の申し出額と各段の相違のないで、ここがちょっと判例と変えてきてます、論点を、X の申し出額と各段の相違のない範囲を超えてって話なんだよね。判例の事案は実際原告がね300万円立ち退き料を払いますって言ってたんですよ。だけど実際ぴったり300万円ってところこだわってたわけではなくて、まあ、その300万円と各段相違のない範囲で立ち退き料を払いますっていう、そういう意思があるっていうふうに解釈されて、で実際裁判所は500万円の支払いの引き換え給付判決を命じてるんだけどね、まあ、それ別に適法だっていう話なんですよね。まあ、それはあくまでもその原告の申し出額と各段相違のない範囲ね、まあ、実際原告が300万明示したんですけど、まあ、それでもその事案では500万でもね、要は結局その請求、原告としては建物の明け出しがまあ認められないということで自分の請求棄却されるよりはね、まあ、その事案で500万出してでもまあその建物返してもらった方が原告にとっていいんだということで、まあ、それが各段相違のない範囲で判決がされたということで、特に246条のね、その処分権主義の現れというふうに言われている246条に違反しないというような判断がされているんですけど、今回そこひねってきて原告のねこの申し出額のそのねこの格段の相違のない範囲を超えて増額した場合のその要は判決の適法性ですね、そこのところをまあ聞かれているって話なんですよ。だからこれ問題文注意深く読んでないとね、要は普通に例のねその今の判例って結構みんなちゃんと勉強しておかないといけない判例なんだけど、そのなんか有名判例がそのまま出てるんじゃないかということで油断してねそのまま書いちゃうと結局問題の所在に答えられなくなってしまうんですよね。ここかなりひねりが入ってるんですよ。というわけで一応ね判例題材に結構民訴法って出ることが多いんですけど、ちょっと問題文見るときに一回気をつけてほしいのね。その判例そのまま出ているのか、それともその判例とちょっとひねりが入っているのかってことで、まあ、2つのパターンあると思うんでね。で少なくともこの設問1に関してはひねりが入っているパターンになってくるんで、まあ、判例の知識をそのまま貼り付けちゃっても回答としてはもう不十分ですね。全然その問いに答えたことになりませんので、試験構成が聞きたいと思っていることを答えたことになりませんので、まあ、気をつけてほしいってことね。一応まあこれちょっと問題文のそういう見方だけ分かってもらえればと思うんですよね。で一応せっかくだからちょっと内容面見ていきましょうか。32ページの2個目のブロックの2段落目見ていきましょう。まあ、ここから先はちょっと緩い気持ちで聞いてもらえればと思います。ここでは法246条ね、申し立てね、拘束原則ってありますよね。と裁判所っていうのは当事者の申し立てってない事項を判決しちゃいけないんですけど、まあ、その246条ですよね。でそこで246条には、まあ、原告の意思の尊重と、これ皆さん覚えてますよね、原告の意思の尊重とあと被告のほら不意打ち防止とかって抽象的に、まあ、結構覚えてる人いると思うんだけど、まあ、あれが結構詳しく書かれてるんで勉強になると思いますよ、これ読んでるとね。というわけで、246条には原告の意思の尊重と当事者に対する不利益の最大限の予告というね、まあ、2つの趣旨が認められるんですよと。でとりわけ前者の観点ですね、原告の意思ですね、まあ、前者の観点から増額判決の拒否につき、まあ、検討する、まあ、必要があるっていう話になってきますね。で今回とにかくさ、その原告の申し出額とその格段相違があるね、その額の判決出せるかどうか、でそれが原告の意思に即しているのかどうかということを聞かれてるんですよね。判例とは違います。判例の事案はまあその格段相違がない額で判決したってことが前提になってるんでね、でも今回は原告の申し出額とも格段相違する、ね、その引換給判決を出すことが246に違反するかどうか、246に適合するのかどうかってことで、まあ、それでまず原告の意思をまあ見ていきましょうって話になってくるんですよね。ちなみに被告の不意打ちっていう観点からはさ、まあ、たくさんお金もらえる分には多分被告そんなに、ね、迷惑しないから、だからやっぱこういったこと聞かれた時の中心争点ってやっぱその最初の、ね、原告の意思のところが中心になってくるはずなんですよ。まあ、だからそこに重きを置いて答案構成するといいですよね、答案作る時はね。でそこで今のねここではという段落の2行目の途中のところですが、とりわけ前者の観点から、増額判決の拒否につき検討する必要があると。でこの先の話何が書いてあるかというとね、結局じゃあ皆さんに問題です。結局さ、その格段相違する額の引き換え給付を命ずることが原告の、まあ、意思にかなうのかどうかということを見ていかないといけないんですけど、着眼点どういうところになります？これからそういうことを判断しようと思ったときに、まあ、問題文の事実関係いろいろじゃあちょっと抽象的にじゃあ言うとさ、まあ、いろんなこと書いてあるはずなんですよ、問題文にね。でそういうときに何どういうことに着目すればいいですかねって話ね。でこのときね、丁寧にその考察するんであれば、まず原告がまず明示的にどういうことを言ってるのかっていうことを見ていくんですよね。そして、その明示的に
言ってることだけ着目してもちょっと原告の意思が確定できないっていうときは、間接事実から原告の意思をまあ推認するっていう話になってきます。実務ではそうしてますね。なかなかその、主要事実が明確にこう出てないようなときはね、まあ、一応だからまず主要事実が明確に出てるかどうかとかちゃんと見ていくんですけど、まあ、それ分析してもなお出てこないっていうときは最後は間接事実からね、その主要事実を推認するって話になってくるんですけど、まあ、今回ちょっとあまり主要事実というのはちょっと適切じゃないかもしれないけど、まあ、今回その原告の意思がどうなのかっていうのが、じゃ仮にその、ね、中心争点になってくるとして、まずそこを明示的にどう原告が言ってるのかってことで読み取っていきますよね。で、格段相違のない格段相違のある額の控え給付まで、まあそれ許してるのかどうかだよね。いやそんな判決出されるぐらいだったら請求棄却でいいですよっていうねそういうこと言ってるのかどうかってことをまず見ていくんですよ。で、結論から言うとね、問題文見てね、どうも明確にそこを読み取れないんですよ、そこのところまではね。だからあとはもう医師の推測、その訴状の内容とか、あとあの第1回口頭弁論記述で結構原告いろんなこと喋ってるんで、まあ、その辺のところから原告の意思をまあ推認するって話ですよね。じゃあちょっと皆さん問題ですけど、これだから現場思考型の問題ね、あのちゃんと判例の事案とまず違う、問題の姿勢が違うってことはちゃんとあの理解してないといけないんですけど、あとその先はもう現場思考でね。でちょっと、皆さんに問題ですけど、これ原告のじゃあ意思どっちだと思います、一般的に言ってって話なんだよね。でそこでちょっと問題文一応見ていきましょうか。民事訴訟法のところをね開けてください。で特にね、最初のそのやり取りしてるところちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、あの民訴法の問題のところの2ページですね。で2ページのところで、あの事例って書いてあるところの縦2のところを見ていただけますか。で縦2のところですが、 X は Y に対して立ち退き料として1000万円程度支払う用意があると。で次の、なんか1行空いてるんだけど、その下のところね、 XY 間での交渉はまとまらず、 X は本件契約の期間満了の直後、本件契約の終了に基づき、 Y は X から1000万円の支払いを受けるのと引き換えに X に対し、本件建物を収拠して本件土地を明け渡すとの判決を求めてね、訴え、まあ、本件訴訟を提起したと。でこの後ほら意思見るのにね、いろいろやり取りしてるから、これここがだから着眼点ね。あでちなみにだから問題も見るとき、問題も見るときにそういう視点でもう見なかったらアウトなんですよね。今何が大事かというと、原告の意思、あの判断枠組みとの関係でね、判決内容が246条に違反するかどうかっていうのは2つの要素で見なければいけなくて、で今1個目のところ特に着目してるんですけど、原告の意思じゃないですか。だからそういう目で問題文まず分析していかないと、もう的外れな答案書いちゃうからね。まあそういう目でちゃんと見ておいてくださいね。法的な判断枠組みとの関係で意味のある事実を見つけ出すんですよね。これは別に民訴法に限らず全ての科目が共通してます。法的な判断枠組みとの関係で意味のある事実を見つけ出して評価をするってことになりますね。でそこで、今のね縦2の2段落目のところ続き読んでいくと、本件訴訟の第1回口頭弁論記述においては X と Y の双方が出頭し、でこれ X ね、 X 着目しましょう。まず明示的にどういうことを言ってるのかなってことで、まあ、前記1と2の記載の主張したに対して、 Y は本件レストランを、あで前記1と2をだから見ないといけないんだけど、一応1のところね、 X の息子 C はまあ歯科医で開業予定で、だからそこ使いたいって話なんですよね。で1000万払う用意があるって話でね、それが2のところに書いてありますよね。でまた縦2の今のね段落のところ戻っていくと、 X が前記1と2の記載の主張したに対して、 Y は本件レストランの経営継続を予定しているところを離れた地に移転してしまうと経営が成り立たず、どうたらこうたらってこと書いてありますね。でこの次の段落で、またこの記述において裁判官 J は訴状の請求の審ね、1000万円の支払いを受けるのと引き換えにと記載してあるが、他方で X が1000万円程度を支払う用意がある旨を申し出た、旨をまあ主張していることから、1000万円という額にどの程度こだわりがあるかという点について X に釈明を求めました。これ思いっきりヒントになってますよね。まあ、釈明求められたら、その釈明内容を見ればね、原告の意思が推測できますよね。でそこでこれに対し X は1000万円という額に強いこだわりはありません、この額は早期解決の趣旨で若干多めに提示したものですので、早期解決の目が、ね、なくなった以上、より少ない額が適切であると思っておりますが、本件土地を明け渡してもらうのが一番大事ですから、裁判所がより多額の立ち退き料の支払いが必要だと考えるならば、まあ、検討する用意がありますって話なんでね。でこれ事案の分析が甘いと、今 の, その原告の主張から直ちに格段相違のある額を超えてもね、引き換え給付判決求めてるんだっていうの言っちゃうと思うんだけど、多分そこまでは言ってないですよ。おそらく格段相違のない額多分想定してると思うんですよ。ちょっと払いすぎじゃないかってこともまあ言ってるからね、そういう点でおそらくね、この格段超えてもいいっていうところは明示的にあの言ってないと思うんで、だからあとはね推測になるんですよ。この後ね、事案全体、その X と Y の利益状況を考えて、まあ、少なくとも明示的にはその増額判決まで求める意思は表示してないけど、その間接事実からね、結局請求棄却されるや、まあもしマシだと
いうことをね、単純にかなり分析していかないといけませんけど、そういったもんだったら、まあ、原告認識に反しないということでね、まあ、246違反 の、 枠組みのまず1個目のところを満たすと話になってきますね。という感じで事案をしっかり見ていくというのが、まあ、大事になってくると思いますね。じゃあ大体こんな感じのところにしておきましょう。民訴法に関してはね、まあ、説明1の課題1でちょっと終わりにします。さてで今度ね、刑法いきます。また出題の市の冊子のところ戻ってもらって、刑法はなかなかいいことを書いてくれてますんでね、将来の試験めちゃくちゃ役に立つと思います。特に共犯絡みのところがね、すごく参考になると思うんですよね。で出題の市の冊子の37ページのところから、こちらね、刑法になってます。で今回ね、どっちかとこれで知識を学んでもらいたいんですよ。まあ、事案の処理は何かの機会で皆さんやると思いますのでね、過去問絶対何かの機会でやってもらいたいんですけど、まあ、とりあえず今日はね、ちょっと将来の試験に役に立つために共犯のちょっと要件をね、ちょっと確認したいと思うんです。でそこで、まず38ページからね、設問1で公平って書いてあって、でその後特に面白いことが書いてあるのはね、40ページのあたりで乙の在籍って話なんですよね。乙の在籍ってことになります。3人共犯者がいるんですよ。腕時計店に入って、まあ、要はね、お金欲しさに、まあ、腕時計強奪してさ、まあ、後で売っ払って、まあ、お金分けようみたいな話になってくるんだけど、先にコートで今ちょっとこれからオツの在籍ちょっと中心に 見たいんですけど、まあ、コートオツが最初にそういうね、腕時計強奪するっていう、まあ、凶暴するんですよ。でオツは車運転してコウを、ね、店に連れてって、でコウが、まあ、時計奪ってる間に、まあ、外で見張りをしてね、でそのコウが店から出てきたところを、まあ、車に乗せて、まあ、逃亡するっていうね、まあ、そういう役割なんで、実際にはその強盗の実行行為自体は、いわば暴行を予約して物を取っちゃうっていう実行行為自体はオツはやんないって話になってくるんで、まあ、オツは現場にいるんだけど強盗の実行行為そのものはやらないから、もしオツを共犯絡みの中に入れようと、共犯関係に入れようとしたら、まあ、正犯性があれば共謀共同正犯っていう形でね、まあ、共同正犯の在籍を負うかどうかってことが問題になりますね。まあ、正犯性がなければもちろん共同正犯にはならず、まあ、正犯の実行を容易にしたってことで、まあ、幇助犯の在籍にとどまるんでしょうけど、本件の事実関係全体的に見ていくとね、正犯性がないっていうのはちょっとありえなさそうなんですよ。もともとなんか分け前もらうことを予定して共謀したりとかしてますのでね、まあ、かなり自分の犯罪として実現する意思が強そうなんで、正犯意思かなり強そうだっていうのと、まあ、あとやっぱりそのね、役割分担的にもね、外で見張り実行犯の子を店に連れてってね、でその間周り見張りしておいて、まあ、それでその後逃がすっていう結構重要な役割を果たしてますから、まあ、そういう点ではおそらく正犯性はあるんじゃないかということでね。で一応問題文はやっぱ正犯前提になってますね。で今何が言いたいかというとね、まあ、正犯かじゃあちょっとその幇助かっていうところはちょっと今日は置いといて、とにかく江藤津は強盗をまあ共謀するんですが、ところがその後ね、その店にじゃあ入りましょうって話にこう、ね、計画立てるときに、実はその店の店員がコウの知り合いだってことにコウが気づくんですよ。でそこでコウが、まあ、その店の店員ヘイなんですけど、ヘイが店長をやってるんですけど、そのコウがヘイに相談したら、ヘイはヘイで自分も遊ぶ金が欲しいんだってことでね、まあ、仲間に入れてくれって話になってくるんですよね。でそこでオツをちょっと覗いて、コウとヘイだけでちょっと話し合いをするんですよ。でその話し合いの内容っていうのが、もうコウが強盗に入って来れば、それを自分がもう襲われてるふりをして時計差し出すから、それで逃げてくれっていう話で、まあ、そんな感じでコウとお店の店長の兵が共謀をすることになります。でもそれはオツは一切知りません。兵の一応要望でね、それをオツに知られるとちょっと後でなんか話バレちゃうとまずいから、まあ、ちょっとオツには黙っといてくれって話で、まあ、そういうことでコウと兵が、まあ、とにかくね、まあ強盗に襲われたふりするから、まあ、時計持って逃げてくれって話になってくるのね。でそうなってくると、まあ、実際あっても3人でね、まあコウ、まず当日オツがコウを車で店に連れてって、でコウが実行します。でもその実行したその相手方はヘイはもう事情を知ってるから、まさに襲われてるふりをしてるだけなんですよね。だから当然のことながら凶器突きつけてね、時計出せみたいなことは言ってるんだけど、まずこれ強盗になりますかね。もう襲われてるふりしてるだけだから、だからそういう意味で、まあ、相手方の要はさ、強盗罪におけるまあ暴行脅迫っていうのはさ、犯行予告制度じゃないと いけないわけでさ、で客観的にもう実はお互いしもう分かり合っちゃってるとね、まあ、そもそももう犯行予告制度 その脅迫になんじゃない、なんないじゃないかとか、あるいは強盗罪の暴行脅迫って財産犯ですから、財物の奪取に向けられたものじゃないといけないんですよ。でそういう点で別に財物の奪取の手段として暴行脅迫してるわけじゃないんですよね。だってもう襲われてるふりがもう最初から予定されてるわけなんで、まあ、別に暴行脅迫によって財物を交付させようっていう、そういうつもりはないんでね。だからそういった意味で客観面で強盗罪でいうところの暴行脅迫はないんじゃないかって話だよね。あと当然のことながら、仮にですよ、1万歩譲って、じゃあ客観面でいや強盗になりますって理論構成したとしても、強盗の故意がないんですよね結局ね。
犯行を抑圧して財物を奪取してやろうっていうそういう行為はないから、もうやられたふりして芝居でやってるわけだからね。でいずれにしろその現場では強盗ではなくなってしまってるんですよ。で一応ちょっとした論点なんですけど、じゃあそしたらそのね時計店の店長を結局その時計を差し出しちゃったんですけど甲にね、でそれが業務上横領になるのか、それともその窃盗になるのかって話で、まあ、要は占有の有無で横領になるのか、まあ、窃盗になるかってところが決まってくるんですよね。でこれはね事案によって違ってくると思います。結局その店長、この本件の店長ね、一般的な店長じゃなくて今回の司法試験の問題の店長が時計の占有権限があるかって話なんですけど、で問題文全般的に見ていくとね、なんか占有権限はなんか、独自の占有権限はなんかなさそうなんですよね。もっと上の立場の人がいて、そちらの方が占有持ってるか、まあ、なんかそんな感じのところがするんですよね。まあ、そういうことで一応横領構成ではなくて窃盗構成をどうも予定しているような感じがしますね。でも今日はねちょっとそこを話したいんじゃなくてね、共犯関係のところを話したいんでちょっと今日話したくないところはもうさっさっさっと行きますから。というわけで、まあ、現場では一応このもう今回の店長は占有権限がないので、客観的にはその公と兵が組んで やったことはこれ窃盗の共同正犯になるっていう、まあ、そこをちょっと前提にしておきましょう。で最終的にはでもそのオツもね、その車で送り迎えして、でコウがそのなんかやってる間に、まあ、見張りしてますから、まあ、そういう点でオツも共同正犯の在籍が問われる可能性があるんですけど、まあ、オツに関してはじゃあその何罪のじゃ共同正犯になるかって話なんですよね。まあ、オツは完全に強盗の共謀してるんですよ。でも実際には窃盗がされてますね、コウと兵の窃盗の共同正犯がされてるんですよね。さてでそこの話なんですけど、その施行方法が丁寧に書いてありましてね、41ページをご覧ください。41ページの一番上の、ね、3行ぐらいのブロックなんですけど、またオツは主観的には強盗罪に該当する行為の認識人を有していたところ、公及び兵によって客観的に実現された行為は窃盗罪であることから、いわゆる共犯の錯誤の処理が問題となりますと。でこのあとね、答案に何をどの順番で書けばいいのかって話なんですけど、共犯の錯誤っていうとさ、まあ、今回の構成要件 の、ね、ところまたがって、ね、異なる構成要件間の錯誤があるから、まあ、抽象的事実の錯誤って話で思いつくと思うんですけど、まずいきなりそこ行っちゃっていいのかって話なんですよね。まあ、実はそもそも共謀が成立してないんじゃないかっていう、そういう理論構成もあり得るんですよ。でこれって要はね、共同正犯の本質論になってきます。日本の最高裁って片面的共同正犯認めてないじゃないですか。それなんでなのかっていうと、まあ、共同正犯ってもちろんね、なんで自分がやってないことについてもさ、結局結果に対して責任問われるっていうのは結果に因果性を及ぼしたからだっていうふうに言われるんですよね。でその因果性っていうのは当然心理的因果性と物理的因果性があると思うんですけど、日本の最高裁は片面的共同正犯っていうのを、まあ、認めていないので、どっちかというと心理的因果性をすごく重視してるんですよ。もちろんその物理的因果性があるときはもちろんそこも評価して正犯性肯定しますけど、でも少なくとも日本の最高裁は片面的共同正犯を認めていないのでね、いくら物理的に因果性を及ぼしてでも、もう絶対に共同正犯成立させないという立場に立ってるんですよね。でそうなってくるとめちゃくちゃ心理的因果性重視してるというのが、まあ日本の最高裁の、まあ、立場なんですけども、仮にじゃあそれに乗っかっていくんだとしたら、その心理的因果性っていうのはどういう事実関係が揃ってれば、まあ、その認められるのかって話で考えたときに、まずね、共同正犯の場合って共謀で始まるから、まず共謀のところ着目するんですよね。でその時共同正犯者間で同じ犯罪の故意を持ってなかったら、そもそも心理的因果性を及ぼし合えないから共謀自体が成立しないんじゃないかっていうところから始まってくるんですよ。でよく受験生が抽象論で異なる罪名でもね、その共同正犯が成立するかどうかって形で抽象的に覚えてると思うんですけど、実は理論的にはこれって因果的結局ね、その心理的因果性の話なんですよね。どういう状況にあれば、要は例えば共同正犯が成立するとさ、コウとじゃあオツが共謀して何かやったとするじゃないですか。でそれが認められると、コウがやった行為とその効果をコウだけじゃなくオツに帰責することが正当化されますよね。と同時にオツがやった行為とその効果をオツだけじゃなくてコウに帰責することが正当化されるんですけど、まあ、共同正犯ってそういうもんですよね。でそういうことが認められるためには、まあ、心理的因果性を日本の最高裁どうも重視していると、片面的な共同正犯をまあ認めてませんからね。でそれをじゃあ理論上共同正犯の成立要件との関係でどこで、整理して、まあ、いくのかってこと で共同正犯はまず共謀で始まりますから、そこに位置づけると。でその位置づけ方の一つとしては、まあ、一つはもう同じ犯罪の行為を持ってないとそもそも共謀が成立しないっていう話で、これが要はもう完全犯罪共同説って言われるものなんですけどね、もう同じ行為を持ってないと、まあ、共同正犯成立しないっていう結論になってきますよね。あとは別に故意の別に共同まではいりませんと、まあ、もちろん各人それぞれの犯罪の故意がなければね、犯罪になんないから各人何かの犯罪の故意は持ってなきゃいけないんですけど、で別にその同じ犯罪の故意までなくても、まあ、別にね、お互い協力し合ってさ、各人の役割を果たして結果を実現させてるわけですから、まあ、その程度の因果性が、まあ、あれば
いいんだってことになってくると、それはいわゆる広域共同説というふうに言われる、ね、まあ、見解になってくるわけですよね。でこの点ね、ちょっとうまく整理してるなと思うので、41ページの2個目のブロックを見ていきましょう。まず甲は当初から窃盗の意思を有していたに過ぎない一方で、乙は強盗の意思で共謀を遂げており、でほらいきなり抽象的事実の作業にだから飛びついてないんですよ。まず暴義の時点で両者に認識の不一致があることから、そもそもほら甲乙間で共謀の損否が問題となるというのはこういうことなのね。でほら共同正犯の法律に関する、で一応判例の立場は文的犯罪共同説と言われてるんですよね。あの構成要件が重ねられる範囲で、あの故意の共同があれば共同正犯になり得るっていう話なんですけどね。皆さん大丈夫ですよね。あの判例の立場が部分的犯罪共同説というのは大丈夫ですよね。まあ、これ超基本知識ですからね。まあ、一応日本の最高裁は部分的犯罪共同説と言われる見解を取っているってあの理解されているんですけどね。まあ、その完全な故意の共同まではいらなくて、まあ、構成要件の重ねられる範囲で故意共同していれば、故意を、ね、共同していれば、あ今行為と故意ってちょっと紛らしいよね。はっきり言葉語尾を言わないとちょっと誤解されちゃうんで、はっきり言いますけど故意ね、故意、その構成要件が重ねられる間認められる範囲でその故意のね、故意の共同があれば、その共同性を認める見解にまあ立っているって話で、まあ、その理解をがあればここの意味が分かると思うんですよね。というわけでもう一回ね、まずってところから言うと、まず甲は当初から窃盗の意思を有していたに過ぎない一方で、乙は強盗の意思でまあ暴義を遂げており、ね、暴義の時点で両者の認識に不一致があることから、そもそも甲乙間での共謀の損否が問題となるところを、共同正犯の法律に関する部分的犯罪共同説からは、まあ、強盗罪と窃盗罪の構成要件が重ね合う、ね、まあ、窃盗罪の限度 でちゃんと共謀の要件にあの絡めてるんだよね、位置づけ的にはね。いきなり共同正犯が成立しないするしないとか、そういう大雑把な議論はしてないんですよ。その共謀の要件に絡めて、まあ、理解を増してますね。というわけで、まあ、共謀の要件を満たすと、まあ、解することに今なるという話になります。で今度次の段落、他方、行為共同説からは、甲乙間において B 店で保管されている腕時計を取得する旨の行為を共同するとの、ね、合意があれば、まあ、共謀の要件を、まあ、満たすという話で、まあ、行為の共同が共謀の成立要件になってないんですよ。要は行為共同説の特徴としては、行為の共同ね、同じ犯罪の行為、まあ、重ねも含めてその共同するってことが共同正犯の成立条件の一つの共謀の成立条件になってないんですよね。ちょっと紛らしいけどね。まあそういう話になってきます。でこのあと抽象的事実の錯誤がじゃどういう形で問題になってくるかっていうと、じゃ一応共謀が成立したとしますよね。で共謀が成立したことを前提に、その後が抽象的事実の錯誤って形でまた故意の問題が問題になるんですよね。だからこの2段階に分けて考えるのが実は理論的っていう話になってきます。まあ、その理解ができているとこの出題の主に書かれていることが全体的に何言ってるのかっていうのが分かると思いますね。じゃあ3つ目のブロックをご覧ください。これがあの今度錯誤の話になってきます。さらになんで、ね、だから次の段階になります。まず共謀がそもそも成立してなかったら錯誤の問題にもしないからね。あのなんでかって言ったら、オツってあの時計を持ってってしまうということに対して実行行為してないから、共謀がなければオツと兵がやった行為とその効果をあのもうオツに指摘できないんですよ。コウと兵が、ね、これ協力して結局時計を店から持ち出すようなことを、まあ、やってるわけなんですけど、そもそもオツとの関係でその今みたいなあの観点から共謀がないってことになったら、まあ、そのオツや兵がやった行為とその効果をもう、コウと兵がそのやった行為と効果を、まあ、オツに帰責できないってことになってくるから、もう錯誤の問題をもう書く必要がなくなってくるんですよね。だからまず共謀が成立したということを前提に、その後に今度錯誤の問題が出てくるんですよ。だからそれでさらにって始まってます。ということで、さらにオツに窃盗罪の行為が認めることができるか、いわゆる抽象的事実の錯誤が問題となるところ、行為兵の在籍において、ね、窃盗罪の共同正犯の成立を認めた場合、まあ、判例通説である法定的公説からは、強盗罪と窃盗罪の構成要件は窃盗罪の限度で重ね合いがあることから、ね、オツには、まあ、窃盗罪の行為が認められますよということになってきますね。まあ、そんな感じで共謀段階で、だから結局行為の話がこうやってあの食い違いがある時っていうのは、共謀段階のところと、その共謀が認められたことを前提にね、共謀が認められると客観的にその誰か一人がやった行為をその共謀者全員に客観的に指摘できる状況になるんですけど、それとまた別、それを前提にして今度錯誤の問題が出てくるんですよ。その客観面に対応した行為がないとその犯罪成立しないからね。刑法の世界ではあの構成要件レベルでいうと客観面と主観面必ず一致しないといけなくて、そこはもう原則も例外もなくても絶対的なルールなんですよね。刑法の世界で犯罪が成立するためには、構成要件レベルのところではその客観面と主観面が一致しないといけなくてね。で今回はその共謀があることによって、その誰か共謀者の中の誰か一人がやった行為とその効果をその共謀者全員にまず客観的に規制できるように
なるわけで、それが共謀の正義の問題になってくるわけですよ。でも実際そこで恋は見ちゃってるんだけど、でもそれって まさに心理的因果性なんですよね。なんでその客観的な奇跡のところでその人の主観をね、恋を見てるのかっていうと、こうがやったことをこうだけじゃなくてオツにも奇跡できることが正当化できるためには、まあ片面的共同正犯を認めてない日本の最高裁の立場からしたら、心理的因果性っていうのがすごく必要になってくるわけで、でその心理的因果性を基礎づけるものがね、それがその共謀の中にこう要求される恋なんですよ、そこのところね。で、行為共同説とまあ犯罪共同説を取るかによって、その行為をどこまで重視するかっていう話が間違ってくるんですけども、まあいずれにしろ、そのなんで客観面のところで行為を見てるかって言ったら、行がやった行為とその効果をオツにも奇跡することが正当化されるためには、その心理的因果性が必要でね、その心理的因果性があることを、その行為がある共謀が成立してるんだってことで、まあ証明してるんですよね。で、それが認められることを前提に、客観的な奇跡が認められた後に、それではあと本当の純粋な恋の話が出てくるんだけど、単独犯の人と同じね、それはね。で、それがその錯誤の問題として、まあ処理がされるって話になってきますね。一応基本的な理解はこんな感じなんですよね、刑法 の基本的な理解としてはね。ただね、ここも実はいろんな考え方がありまして、さらにっていう今のねブロックのところなんですけども、それの5行目ちょっといきましょうか。この点っていうところですね、さらにっていうブロックの5行目で、この点、共同正犯の本質論と抽象的事実の錯誤の関係、今私が喋った筋はまず本質論のところで共謀の正義のところで本質論の話が問題になるんですよ。犯罪共同説とか行為共同説ね。で、それでそれ共謀が認められて、共謀者の誰か一人が やった行為と効果をもう共謀者全員に奇跡できるんだって話になった時に、その後客観と主観の食い違いがある人に関しては錯誤論の話でね、主観と客観が一致する限度でその犯罪成立するよっていう話をまあしていくんで、まあ、そういう理解が一般的なんですよね。で、そういうことで共同正犯の本質論と抽象的事実の錯誤の関係についてはさまざまな考え方があるんだけど、その一つの考え方をご紹介いたしました。で、共同正犯の本質論を論じれば重ねて、抽象的事実の錯誤を論ずる必要がないという立場もあるらしいですね。一般的かどうかちょっと分かんないけどね、一般的にはね、基本的にはやっぱ今みたいに共謀のところと、それで食い違いがあった時錯誤のところね、共謀のところでまず客観的に奇跡できるかどうかってことを判断して、客観的に奇跡できる、共謀が成立してね、客観的に奇跡できるってことを確定したら、今度は錯誤の話になっていくんですよ。客観面と主観面が食い違う時ね、まあ、一般的にはそうやって考えていくんですけども、まあ、そうじゃなくて、なんか、まあ、共同正犯の本質論を論じれば重ねて抽象的事実の策を論じる必要がないという立場ね、まあ、こういう立場に立つのはちゃんと説なんでそういうふうに考えるのかって書かなきゃいけないと思うんですけど、さっき言った通り、共謀のところで行為を見るっていうのは本当に意味があるわけですよ。公がやった行為とその効果を他の共謀者オツに奇跡することが正当化されるには、心理的因果性がまあ必要ですと、ね、片面的共同正犯を否定する日本の最高裁の価値判断からしたらね。で、その心理的因果性を基礎づけるものがまさにそのね、恋を共同しているかどうかって話でさ、まあ、完全犯罪共同説に立ったら完全なる恋の一致をまあ要求しますけどね、まあ、判例の日本の最高裁みたいにその部分的犯罪共同説に立った場合はね、まあ、一応構成要件の重ねりがある範囲でまあ恋共同していれば心理的因果性としてはまあ十分だっていうね、その行為の行為と効果をね、そのオスに奇跡することとしてはまあ十分なんだっていう話だと思うんですけど、まあ、一応まずその共謀段階のところとかそうやって見ていくんですよね、客観的奇跡の問題としてね。で、さらにやっぱその実際、やった犯罪とその本人の主観が食い違っているときはね、そこで錯誤の問題っていうのがまあ出てくるんで、まあ、一応その2段階で考えるのがおそらく一般的なんじゃないかと思うんですけど、一応こんな感じでね、共同正犯の本質論を論じれば、だからある意味錯誤の話することがなくなるんですよ、この立場に立つと。だからそれであんまり一般的じゃないっていうのは分かるでしょ。共同正犯の錯誤の問題って結構司法試験の過去問を遡っていくと結構しょっちゅう出てるんだけど、基本的にはね、やっぱ錯誤論の話も確固とか前提になってますから、自然の人採点実感見てるとね。だからやっぱこれってその今までの趣旨実感には書いてない立場が書かれてますよね。平成27年の司法試験、ぜひ刑法機会があったらやってみていただければと思うんですけど、思いっきり錯誤論の話してるから、業務上横領罪を基礎づける共謀したつもりが、まあ、共謀共同正犯の事案だったんだけどね、業務上横領罪を基礎づけるような客観的な事実をこう認識任用しながら共謀したんだけど、実際実行犯が実行する段階になったらね、後でちょっといろんな状況の事故的な変化があって、その財物に対する占有権限を失ってたんで、結果的に実行犯窃盗をやっちゃったんですよね。で、そういうことで共謀にしか関わってない人はさ、まあ、共謀段階では業務上横領の共謀のつもりでやってたんだけど、実際その後窃盗の実行犯が窃盗をやっちゃってるからね、まあ、そこで抽象的事実の錯誤が一つメイン論点になってたんですけど、まあ、それやるとね、やっぱ錯誤論は普通やるんですよ、一般的にはね。なんでこれはここに書かれてるね、その共同正犯の本質論を論じればもう抽象的事実の錯誤を論じないっていうのは、あんまり一般的な見解ではないと思います。少なくとも今までの過去問とはちょっと合わないよね、今までの過去問の趣旨実感に書いてあることとは合わないと思いますね。
あとね、もっぱら抽象的事実の錯誤の問題として処理すべきという、こういう立場もあるんですよ。これだからもう共謀のところで故意を見ないという話なんだけど、これも一般的じゃないと思います。基本書ちゃんと読んでいくと、例えば今最高裁の判事で山口敦さん先生ね、今最高裁の判事になられてますけど、ちゃんと山口先生の本とかちゃんとしっかり読むとね、やっぱその共同正犯の法律論のところっていうのは故意の共同ね、それを要求するのかどうかってことで、やっぱこの趣旨の最初の方に書いてあるようなことが書いてあるんですよね。というわけで、この下は一般的な見解じゃありませんから、もしこの下のね、この要はどっちか一方だけやればもういいんだっていう見解立つんだったら、これ一般的な見解じゃないから、皆さん相当説得力を持ってね、なんでこう考えるのかってことを書かないと、あんまりいい評価されないでしょうね。なんでこの例えば錯誤の話しか書かなかったら、なんでこの事案で共謀のところ触れないのっていうね、もう共謀段階で故意が違ってんのにさ、なんでそこで共同正犯の本質論の話触れないのって思われちゃうしさ、今度、逆にね、共同正犯の本質論だけ書いてさ、錯誤の話していかないとね、一般的にはこういう時に錯誤の問題も考えてるのに、なんでやんないんですかって話になっちゃうと思うから、なんでやんないのかっていう説明が必要になってくると思うんだよね。まあ大体こんな感じかな。あとね、この下中のところ、これちょっとおまけです。これ厳密に言うとね、上記にあるちょっとこの下の話少し雑でいい加減なところがあるんで、ちょっと中つけて正確な理解ができるように中をつけておきました。上記にあるオツに窃盗罪の故意とあるのは、これ厳密に言えばね、オツに窃盗罪の共同正犯の故意が認められるかどうかが問題に今なってきます。でこの点について補足しますと、構成要件の客観面で公等が窃盗罪の共同正犯の構成要件に該当することが認められると、客観面で公の行為とその効果を公だけでなく乙に帰責でき、また乙の行為とその効果を乙だけでなく公にも帰責できるっていう、そういう構成要件が充足するということを意味するんですよね。でこれ単純に窃盗罪の故意とか窃盗罪の構成要件に当たるってやられちゃうと、まあ公の行為を公にしか帰責できない、乙の行為を乙にしか帰責できないっていう、そういう単独犯の構成要件示してる感じになっちゃうんですよ。もちろん取材の趣旨書いた人はそんなこと分かってると思うんだけど、当たり前すぎてちゃんと書いてくれなかったのかな、まあ、雑ですねここのところはね。というわけでちょっと読むとき気をつけておいてくださいね、ここのところね。だから共同正犯の事案でさ、まあ、公がやった行為とその効果を公にはもちろんのことを乙にも帰責させることができる構成要件っていうのが、その共同正犯、窃盗罪の共同正犯っていう、そういう構成要件なんですよね。まあ、60条で要は修正された構成要件なんですけどね、単純に窃盗罪で235条だけ使うんじゃなくて、60条が先に入ってくるわけですよ。60条235条っていう構成要件、ね、それに当たるっていうことから、公がやった行為とその効果を公にはもちろんのことを乙にも帰責でき、乙がやった行為とその効果を乙にはもちろんのことを公にも帰責できるという、そういう構成要件の充足性が、ね、まあ、肯定されることになるんで、ちょっと読むときは気をつけておいてください。この発想がないとね、結構答案書くときに、いや別に出題の詩がこうやって雑に書いてあるからさ、まあ、答案でそうやって書いちゃっても大丈夫だと思うんだけど、だけどその理解してる人と理解してない人で答案の、ね、内容が随分変わってきちゃう可能性があるんだよね。その要は共同正犯の構成要件だから、そういうものだって理解してない人が書いた答案って恐ろしいですからね。共同正犯の、ね、窃盗罪の構成、共同正犯の構成要件に当たるというのはどういうことを意味しているかといったら、公がやった行為とその効果を他の共謀者乙にも帰責できる、そういう内容の構成要件なんですよね。と同時に乙がやった行為とその効果を乙だけじゃなくて公にも帰責できる、そういう内容の構成要件なんで、だそれちゃんと理解している人と理解していない人で、答案の表面上はじゃあ同じ言葉使っててもね、窃盗罪の故意が認められるとか、窃盗罪のじゃあ構成要件に該当するとかで書いてあっても、分かっている人と分かっていない人では答案の内容が絶対変わってくるはずだから、まあ、ちゃんと正確に今理解はしておいてほしいなというふうに思いますね。じゃあ、刑法これぐらいに終わりにしましょう。じゃあ今度はね、刑事訴訟法、伝聞証拠が出てきましたね。司法試験ではね、しょっちゅう出てたのね、司法試験が始まって以来ね。で令和元年とね2年出てなかったんでね、ちょっとどうしたんだろう、寂しいなと思ってたんですけど、まあ、平成30年を最後にね、そうか、平成30年ってあるから令和元年とちょっと紛らしいけどね、平成、大丈夫だ、平成30年が最後ですね。でその後法務省のホームページちょっとややこしいんだけど、平成31年度って書いてあるのは、まあ、5月はもう令和元年になってたからね、だからそういう点で31年で書いてあるのは令和元年の試験なんですけど、令和元年と令和2年は伝聞が出てないんですよ。それまでずっとこう出てきてたのにね、でこれまた久しぶりに出てきたんで、またちゃんと復活したなっていう感じね。伝聞証拠がなんでこうやって司法試験にしょっちゅう出てくるのかっていうと、まあ、規範自体はさ、伝聞証拠の定義に当てはめができるかどうかってことは聞いてるんですけれども、実際に伝聞証拠ってさ、まあ、要証事実の関係で内容の真実性が問題となるものって、よく本当に大雑把に言うとさ、定義があるじゃないですか。でその要証事実が何なのかっていうのを見抜くのって、実はめちゃくちゃ難しいんですよ。要は事案をちょっと変えたら、もういくらでもその考え方っていうか、その書き方が変わってくるから、まあ、そういう点でね、何回も出してもね、ネタが尽きないんですよね。だから今後も伝聞はずっと出続けるんだ
だろうなっていうふうには思います。あと実際実務に出た時にね、あの例えば法廷で証人尋問してる時にさ、あの書面じゃなくても口頭でやり取りするでしょ。で証人が伝聞供述した時にすぐに異議申し立てないといけないから、例えば検察側の証人がじゃ伝聞供述した時にさ、弁護人はぼーっと見過ごしちゃいけないんですよ。もう直ちにあのもう異議申し立てするわけね。ただいまの証人の供述には公判定外のものの供述でその内容の真実性を問題とするべきものが入ってますので、伝聞証拠として証拠能力がありませんって、もう直ちにあの異議申し立てをね、あの法309条に従ってね、直ちに異議申し立てをしないといけないんで、実は本当に理解してないと実務で法廷立てないんですよね。で検察官は検察官で、今度はあの弁護人の呼んできた証人がさ、あのまあ伝聞供述したらすぐに異議をね、今みたいにいやただいまの証人の発言伝聞供述、伝聞証拠を含む供述ですとかって形ですぐに異議申し立てしないといけないし、裁判官は裁判官でそれが本当に伝聞供述なのかどうか伝聞証拠なのかどうかってことを判断できないといけないから、訴訟関係者も全員ね伝聞証拠の理解を完璧に理解してないともう法廷に立てないんですよ、おっかなくて。だからちょっちゅう出てるんですよね、とても大事だからね。あとあの司法試験合格した後に司法研修所に入ると、あの最後の修了試験があるんですけど、あるんですけどみんな知ってると思うけどね。で、よく実務で2回試験なんていうふうに言われますけど、伝聞証拠普通に出てくるときがあります。あの証問形式でね、メインは事実認定の問題がどの科目でも出るんだけど、ちょっと救済策でね、あの証問が結構出る科目もあるんですよね。でその証問が伝聞証拠なんだけど、伝聞証拠の理解ができてない人がそれ受けちゃうとね、何の救済にもならないんだよね。あのなるべく試験を受からせてあげようと思ってさ、それでせっかく親切に証問出してくれてるのに、そこで伝聞証拠の問題出されて変なこと書いちゃうとね、何の救済にもなりませんので、そういうことであの伝聞はちゃんと理解しておかなければいけないって話ね。でそこで、設問2が、ね、伝聞証拠なんですけれども、52ページをご覧ください。で52ページのところでね、これはまあ問題文もちょっと一緒に見ていただければいいかなと思いますね。伝聞証拠の問題ね、出るときはね、ちょっと問題文開けてください。これ刑訴法の最後の問題文の一番最後に資料がくっついてるんですけど、だいたい資料がくっついてることが多いです。過去問の傾向からするとね、司法試験の場合はね、司法試験の場合は資料がくっついてることが多くて、予備試験の場合はこの資料が資料つけてくれればいいのにね、この言葉で書いてあることがありますね。そういう点でね、司法試験の方はちょっとビジュアル化してくれてますのでね、ちょっとやりやすいかなと思うんですが、でこのね資料1と資料2が、これがね要は証拠能力聞かれてるんですけど、問題文の全般的な書き方からすると、あの弁護人が不同意っていう意見を言ってるんでね、不同意と異議ありってことを言ってるんで、で不同意っていうのはあの同意不同意の問題なんですけど、その刑訴法上の位置づけっていうのは、伝聞証拠に対して証拠能力をあの、認めるね、その意見証拠意見が同意なんですよね。で逆に伝聞証拠に対して証拠能力を認めないよっていうその意思表示を表すときが不同意って話なんで、問題文見たときにいずれにしろこの検察官側の方がね、この2つの証拠を出してきたときに弁護人側の不同意って言ってるんで、あこれ伝聞証拠聞かれてるなってことがまずあの分かるんですよね。あとあの異議ありって言ってるんですけど、異議ありっていうのはあの物証に対してあの言われることが多いですね。でこれ一応メモなんでね、その犯人の方が作ったメモなんで、その記載内容じゃなくてね、その物自体もその証拠価値がありますからね、物証としてもちょっと捉えてるところがあって、それであの異議ありっていうことであの言ってるんだと思いますね。で一応だからこんな感じでね、伝聞証拠が聞かれてるっていうのは一応分かるんですよ、問題文のあの書き方からしてね。でそこで資料1をちょっと見てください。問題文の5ページのところなんですが、これね押し込み強盗ですね。被害者になんかね、とりあえずこう、いろいろこう手当たり次第電話して、でなんかいろいろ騙して情報を聞き出すんですよ。で家にお金があるなってことが分かったら、うまいことねあのそこを押し入ってねお金取っちゃうっていう話なんですけど、でそれで、今回ね電話でその聞き出した情報がいろいろ書いてありまして、資料1のところ V、 これ被害者ですね。大体刑法とか刑訴法の世界だと被害者はビクティムの略で V って書いてあることが多いですけどね、今回被害者 V さんで、これ住所全部これね犯人が被害者から聞き出したことがメモされてるんです。被害者 V で名前書いてあって、で、その被害者の住所、あと生年月日、あと夫と死別、一人暮らし、息子は県外、これチャンスって話になりますよね。これだと家にお金があったらチャンスって話になるんですよ。したら S 銀行に2000万の預金、でも銀行預金はちょっと足がついちゃうからね、家になんかお金置いといてくんないかなって話になるんだけど、タンスに預金で500万あるって言うんだよね。じゃこれもう強盗入ったらもらえますよねって話になってくるんで、これメモしてるんだと思います。というわけで、タンス預金500万で、台所の食器棚、ここに隠してるみたいですね。でこれはね、催涙スプレー、ロープ、ガムテープって、これ実際押し込んだ後にこういうのを使ってうまいことあの取ってやるって話だと思うんだけど、催涙スプレー、ロープ、ガムテープ、後ろでって話なのね。で実際ね、電話で聞き出した人がこういうメモ作ってるんですけど、その後実際にこのメモと全くこうぴったり合うような事件が起こってるんですよ。
実際にこの V さんの家で500万円取られちゃったのね。その食器棚から500万取られちゃって、でしかもその催涙スプレー、ロープ、ガムテープ、あと後ろで縛られてるとか、全部このメモに書いてあるような通りの事件がまあ起きてるんですよ。ってことで、そういう状況でこの資料1の証拠能力、じゃあどうするのかっていう話なんですよね。でこの点、まあさっき言った通り、その、まあ、不同意ってこと言ってるから、まあ、基本的には伝聞証拠に当たるかどうかってことはまず見ていかないといけないってこと でそこでちょっと取材の趣見ていきます。伝聞証拠のまず、ね、定義を出しますよね。伝聞と伝聞証拠じゃないものの区別基準が、それがある意味今回の規範になってくるわけなんですけど、52ページをご覧ください。52ページで一番上、設問2、設問2はオツの後半において証拠調べ請求されたオツ作成の本件メモで、今日はちょっと本件メモ1だけやりますね。先ほど あのご紹介したメモだけやろうと思います。について証拠能力の有無を問うことにより、で刑訴法320条1項の伝聞法則についてね、まあ、正確な理解と具体的事実への適応能力を試すものってことね。だから今回ちょっと伝聞以外のこと書いちゃうと、あの、まあ、意図から外れたことになっちゃうんでね、まあ、問題文全般見て、あ、これ伝聞聞かれてるなっていうことで、これ過去問慣れね、過去問慣れてない人は多分あの他のこと書いちゃうんだと思うんだけど、過去問慣れてる人はね、ああこういう自然のされ方されたら、まあ伝聞だなっていうのはね、分かってるんですよね。まあ、それで結果的にも確かに伝聞しか聞かれてないって話になるので、過去問に慣れていくことは必須になりますからね。で2個目のブロックのとこです。まず前提としてってことで、伝聞法則の適用を受ける証拠であるかね、まあ、伝聞に当たればだってほら、あの原則証拠能力が否定されますから、で今回この、ね、資料のメモの証拠能力聞かれてるわけですから、まあ、それで答え出せるわけですから、まあ、そういうことでこれが伝聞証拠に当たるかどうかってことは検討しますよね。ってことで、まあ、伝聞法則の適用を受ける証拠であるか否か、すなわち、伝聞証拠と非伝聞証拠を区別する基準をまあ示す、まあ、必要があるという話になりますね。でここから先はもう皆さん次第ですけど、あの大雑把に言うとさ、まあ、公判定外の供述であるというのはちょっと当たり前すぎるから置いといて、まあ、要証事実の関係で内容の申請が問題となるものね、逆に言うと内容の申請問題とならないようなものにまで別に伝聞の規制かける必要がないという、そういう価値判断が働いてるんですよ、訴訟政策上ね。まあ、そういうことで、まあ、要証事実の関係で内容の申請があるものに関しては伝聞の法則の規制かけてね、まあ、原則証拠能力は否定しましょうという、まあ、話になってるん で今言った通り、伝聞証拠に当たるかどうかというのは要証事実の関係で内容の申請が問題となるかどうかというところで決まってくるわけですよね。でそうすると、そのさっきの資料を見てまずやんなきゃいけないことは、要証事実が何なのかっていう話になってくるんですよ。で皆さんに問題です。これちょっと基本知識として事前に準備しておかないといけないんですけど、要証事実ってどうやって設定するんですかっていうとね、これも過去問慣れになっちゃうんですけど、過去の司法試験のね、過去問で伝聞証拠のところをこう出たのを全部こうまとめていくと、まずね、要証事実の設定っていうのは問題文でね、あの証拠調べ請求した人があの立証趣旨を明らかにしているときですね、その時は基本的にはその立証、当事者の意思尊重してね、当事者主義ですから、まあ、証拠調べ請求した人のその提示している立証趣旨、まあ、それを尊重して、そこから要証事実をまあ合理的に考えていくって話なんだよね。で基本的にその証拠の内容とその立証趣旨の内容が特に不一致がないということになったら、まあ、別にその立証趣旨の通り要証事実認定しちゃってもまあいいわけなんですよね。例外的に証拠調べ請求している人の提示している立証趣旨がそんなの立証してもこの裁判では何の意味もないなっていうふうになった時に、裁判官が真の要証事実を設定して、でそれとの関係で伝聞証拠に当たるかってことを見ていくんですけど、でもまあ基本的にはそういう不合理なところがない限りはね、まあ、当事者が主張している立証趣旨がそのまま要証事実にまあなってくるということになってきますね。であとは過去も見てると、立証趣旨が明示されてないあの事案なんかも結構出てるんですけど、まあ、そういう時は本当に合理的に問題文全般を見て、その当該証拠調べ請求している証拠から、その証拠調べ請求している人が何をこの証拠から立証しようとしているのかってことをね、まさにその証拠請求者の立場に立って受験生自身が自分で考えてまあいかなければいけないんですけど、まあ、そんな感じの問題が大体出てるんですよ、過去問遡るとね。じゃあ本件、今回の問題どちらですかっていうと、ちょっと問題文見てもらって、だからまず立証趣旨が書かれてるかどうかってとこ見るんですよね。でそうするとね、3ページの、下縦8のところをご覧ください。問題文の一番最後のところになります。3ページの問題文の3ページの縦8のところになるんですけども、縦8ね。でその後証拠調べ手続きにおいて丸3、9が、9は検察官です。9がで、あのこれ甲乙共謀で、甲が実行犯、オツは現場に行ってなくて、おそらく被害者の情報を聞き出した人なんですよね。電話 のメモを作った人なんですけど、交通官において本件住居侵入強盗に関する共謀が存在することを立証するため、本件メモ1の、まあ、証拠調べ請求をしたら弁護人が、ね、まあ、不同意ないし取り調べに異議があるってことね、まあ、不同意って書かれてるから、まあ、伝聞証拠問題になるんだなってのは分かるんですよね。異議ありっていうのは一応あのメモが実際のメモだ、あの犯人が作ったメモだからね、まあ、一応物証として の、 あの意義もあるから、まあ、その意義あり意義なしっていうことも一応いう慣例になってるからね、まあ、言ってるんですけど、まあ、意義なしっていうのはちょっと理由がよく分かんないですね。
全く自然的関連性がないときとかさ、あと違法収集証拠だっていうときは、異議ありって言うんですよ。異議あり、違法収集、その証拠は違法収集証拠として証拠能力がありますね。まあ、異議言うときは異議の理由、端的に言わないといけないからね。異議あり、その証拠は違法収集証拠として証拠能力がありませんとか、異議あり、その証拠はその要証事実の関係で必要最小限度の証明力すらありませんので、自然的関連性がありませんとか、まあ、言うんだけど、本件のメモは別にそういう感じじゃないんですよ。自然的関連性がないわけじゃないだろうし、違法収集証拠排除法則に引っかかっちゃうようなことも、まあ、なさそうだから、だから一応弁護人がセレモニーでも言ってるんだろうと、一応まあ被告人の手前上ね、一応こう戦う必要を見せるために、まあ、一応言っておくかみたいな感じで、まあ、言ってる感じするんで、だからここはね、答案で取り上げることはないと思うんですよね。まあ、同じだから異議ありでも、違法収集証拠排除法則で排除されているような事案だったら、それ排除法則のこと書きますけどね、今回別にそういう話じゃなさそうだし、自然的関連性がないということで異議ありということもあるんだけど、まあ、本件そういうわけ、さっきのメモだってさ、要証事実との関係で必要最小限度の証明力がないと思われないでしょう。あちみ事件の内容とかなり一致してるからね、てかほぼそのまま一致してるから、まあ、そういう点で自然的関連性がないわけないから、だから異議ありっていうその異議の理由がないはずなんだよね、これ今回ね。特になんか証拠能力をね、伝聞法則以外ではこう否定する根拠がないから、まあ、セレモニー的にこれ異議ありって言ってんだろうなって話で、だからそういう点答案では書かないですね。で結果的に趣旨見ても伝聞証拠のことしか書いてないから、だから結果的にそれで良かったんだと思いますね。これも過去問慣れね、過去問慣れです、こんな感じね。じゃないとこう気になっちゃうでしょ、異議ありってとこなんだ、なんか理由があって言ってんだろうなってことでさ、で刑法の体系上こう思い出してね、一応こう証拠能力に影響しそうな論点で、まあ排除法則とか自然的関連性とかあるからさ、余計なこと考えちゃうんだろうけど、まあ、ない、特に本件では問題にならないはずだからね、まあ、書かなくていいっていう話になってきます。で立証趣旨これ出てますかって話なんですけど、今のところね、縦八の二段落目でさ、まあ、とにかく交通官の共謀の存在を立証するためってなってるんで、まあ、立証趣旨っていう形で過去問明示してる時と明示していない時があるんだけど、今回は立証趣旨っていう形式上のね、その表示はないんだけど、実質的にこれ立証趣旨ですよね。だから基本的にこれを基準に証拠として意味があるのかどうかってことを見て、で証拠として意味があるんだったら、これが要証事実になりますよ。今回のさっきの資料から交通官の共謀をまあ立証しようとしてるんだろうなってことで、その交通官の本件事件についてのまあ共謀ね、それが要証事実ってことになると思いますね。で先ほどの話なんですけど、資料5ページ見てください。こちらはそのね、共謀、実行犯じゃないオツがいたところを家宅捜索したところ出てきた、まあ、メモなんですけど、これオツが作成したっていうことは証拠上確定していることが前提になってるんですよね。でここのメモの記載内容なんだけど、実行犯はコウがやったってことも確定してるんですよ。コウ逮捕されてるんでね。なんでそういう点でこのメモってコウとオツ結びつきがあるんですよね。オツが作成したメモです。で実際このメモに書かれた内容のことをコウがやって捕まってるんですよ、確定した事実としてね。なんでそういう点でこのメモはコウとオツを結びつける、まあ、そういう役割持ってますよね。で今回今オツは共謀を全面否認してます。コウはもう全部認めてるのね、もうオツと共謀してやりましたってことで、まあ、全部認めてるんですけど、オツは全面否認してるんですよ、もう共謀したこと自体をね。だけどこの証拠からうまく共謀立証できそうですよね、コウとオツがつながるからね。だからさっきの立証の狙いとこの証拠の内容って別に一致してますよね、内容がね。だからさっきの立証の趣旨の通り、立証の狙いの通り要証事実設定しても別に不合理じゃないから、さっきの立証の狙いの通りの事実がね、つまりコウとオツの共謀の存在ですね、本件事件についてのその共謀が存在することが、まあ、要証事実で、まあ、いいんだと思いますよ、そんな感じで。であとはその要証事実の設定、ちなみに伝聞証拠が苦手な人はだから今のね、思考ができないんですよ。要証事実の設定するところがね、もうめちゃくちゃ大変なの、要はね、今さらっと言っちゃってるけど、これ私が過去問に慣れてるからできるのね、もう過去問を全部こう深く分析してるからもう慣れちゃってるからできるんだけど、通常の受験生は慣れてないでしょ、そんなに、そんな過去問何回もやってないと思うからね、私みたいにね。だからこれ慣れないといけないんですよ。慣れるとこうやってもう過去問ので学んだことがいろいろ引き出しに入ってるから、頭の中にね、そういうところからこうヒントにして要証事実を適切に設定してね、で要証事実が設定できたらもう簡単、あとはねその当該要証事実をこの当該証拠から立証するのに、この、ね、記載内容がこの証拠の内容の内容の申請問題にしなければいけないのかっていう話になってくるんですよ。でこの後の過去問慣れになるんですけども、例えば今回みたいな犯行内容に一致するようなメモがまあ出てきましたと、そして実際にそのメモと全く同じ整合するような事件が実際に起こってたっていうことになってくると、結局ですね、そのメモの内容が真実かどうかってことを問題にしないでも、どうもその事件に関係するメモなんだなってことが推認できるんですよね。別にこのね記載内容がこれが本当なのかどうか
っていうことを問題にしなくても、このメモ内容と実際に起こった事件がもうぴったり合ってるということになってくると、推認できるかどうかっていうのは合理的に推認できないといけないんですけどね、勝手に恣意的に推認することは、許されません、合理的に推認できるかどうかって話になってくるんだけど、メモの記載内容と実際に起こった事件の内容もぴったりカンカンぴったし、整合するんだってことになったら、まあ、そこで、このメモの存在自体から、まあ、実際にはこのメモが事件に関して何らかの証拠になってるんだって話になってくるんだよね。であとは内容の真実性問題とすることなく、コート・オーツの共謀に推認の過程たどり着けさせることができるかって話なんですけど、事件の内容と、そのぴったり合う、メモがこれ今存在してますと、ね、まずだからこのメモから、このメモの存在自体をまず立証するじゃないですか。内容の真実性を問題とすることなく、まずこのメモ、この、ね、資料1に書かれているこのメモの存在自体を、じゃあこのメモから直接今証明しましょうと。そしてじゃあその後、交通間の共謀に結びついていかないとね、その要証事実の設定自体が間違ってたってことになるから、結びつけていかなければいけないんですけど、このメモはオツが作ったってことが別の証拠で確定してるんですよ。と同時にこの記載内容に書かれていることは、コウが実際にやったってことも確定してるんですね。コウ逮捕されてるんで、それでね、であれば、まあ、おそらく、このメモの内容の真相を問題にしなくても、このメモからこのメモが存在するんだ、そのメモが存在、こういう状態のメモが存在するんだってことをさえ立証できればさ、まあ、そこから合理的にこのメモを介してコウとオツはここに書かれている事件、つまり本件事件のことを何か話し合ってたんじゃないかってことが推認できるんですよね。このメモを媒介にして、まあ、オツとコウ結びつきますから、まあ、オツとコウはね、このメモを媒介にして何かこの事件に関して話し合いをしていたんじゃないかってことが推認できますと、合理的にね。でその何か話し合いをしていたっていうのは、まあ、実際その通りの事件が起こっていることからすると、その事件を、この今回の事件に関する共謀までしていたんじゃないかってことが推認できるんじゃないかと思うんですけど、まあ、そういう感じで、その要証事実自体をね、別にこのメモから直接このメモの存在自体をまあ立証することによっても、内容のこの記載内容の真実性問題にしなくても、事件の内容とぴったり合うことによって合理的にその推認できるんですよ。今みたいにね、交通間の共謀推認できるん でそうなってくると、これ伝聞証拠ではないっていうね、そういう理解ができるんですよね。これはもう過去問なれね、平成30年とかね、あと平成27年もいい問題でしたね。こんな感じで内容の真実性問題にしない形で、実際に事件にが起こった通りのメモが出てくるんですよ。27年とか、あと30年は領収書って形で確か出てたんじゃないかと思うんだけどね、リフォーム詐欺かなんかでね。でそういった時に、まあ、本当にこの事件の内容と全くこう内容とこう踏み込まず、その記載内容の内容の真実性問題にしなくても、そのままその共謀等ね、その要証事実のところまでこう推認の過程が結びつくような過去問って結構あるんですけど、まあ、そこを参考にしてもらえると、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。で今私がお話したこの取材の人の関係で言いますと、52ページのところ、じゃこれでちょっと時間過ぎてるんでこれで終わりにします。52ページのところの一番最後のブロック見てください。他方でっていうところですね。一定の内容の原供述が存在が示されれば、その内容の真偽にかかわらず立証の目的を達し得る場合で、これに当たります。今回のメモ1は、まあ、これに当たるって話になってきますね。というわけで伝聞証拠に関しては、もう本当に格問しっかりやるって話ね、で要証述の設定ができないから、みんなそれ苦手、伝聞証拠が苦手だって思ってるんで、まあ、過去問に慣れて要証述設定するの慣れるってことがまあ大事だと思いますね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回まあ採点時間が出てるような状況の中で、まあ、出題の師を題材にですね、将来の試験に役に立つようなお話をさせていただきましたが、まあね、そんな感じで後で各自ちゃんと過去問自分で、検討していただければですね、かなりこう力が伸びるんじゃないかと思うので、まあ、よろしくお願いします。あと採点時間の分析は冒頭お話した通り、まあ、2月頃にちょっとやろうかなっていうふうに思ってるんですけどね、皆さんがちょうど、一人で勉強してて寂しくなる頃にね、ちょっとやっていきたいと思いますので、また機会がありましたらね、お会いできればと思ってますね。じゃあそんな感じで本日ご清聴ありがとうございました。